えっと、それでは始めていきたいと思います。えー、っと、24年度向け入門コンプリート講座全体構造の今日は第1回目ですね、えー、始めていきたいと思います。担当育成に講師、水野佐藤です。おはようございます。まあ、こんにちはですね。そうですね。えー、昼間ですんで、まあ、今日はちょっと朝からやっていたので、えーっと、さっきちょっと終わったとこなんですけどもね、まあ、早速やっていこうかなと思うんですけども、えー、っとこれから始まって、 年,年内中ですね年内中に終わるということになるんですけどもあの年内中にとりあえず担当の問題一回りぐらいできないと結構今きついんですあの多分ネットに載ってることってちょっと今違っていましたねあの今の試験って極めて択一が難しいです特に令和元年になってからずっと難しくてですね昔みたいに問題集10回やったら受かるっていう問題はありません昔よく言っていたんですよ10回最低限やれと言っていましたけども受かりませんからそれでは回数ではなくてあの さっていうかね、中身です。そこでどうやるかっていうのがポイントになりますんでむやみにね時間だけやっていいっていうわけではもちろんありません、ね、ただ、まあ、絶対的な時間って絶対必要になりますんでたい1,000ぐらいかなあれば担当は何とかなりますよあと論文も一月やったらそこからなんとか今いけますレベルが極めて低いっていうのは今の論文式試験ですねこれは本当です ね、じゃあ早速やっていこうかと思うんですけども、まあ、今日は一応全体構造で1回目内緒2回目って、まあ、言ってみたらオリエンテーションあるいは営業対象なんですよこんな風に私はやっていきますというだけでありますんで、まあ、気楽に聞いてみてくださいだけどある程度エッセンス入れていきますんであとね多分ね問いかけると思うんですよしゃべる必要性は全くありません、ね、一応僕その時期は考えてくれっていう意味合いでありますんで少し考えてもらいたいんですね ま早速やっていこうかと思うんですけど、今日使うのって2つ、えー、配布されているかと思います。1つは、あのクレストっていうレジュメです。まあ、中心はこれでやっていくんですね。ただ今日、これも使いたいんですよ。テキスト。テキストで言った場合はこっちを開いてください。からとクレストで言った場合はこっちを開いてください。ただ、本編に入った場合はすべてクレストに変わりますので、これ一切これ持ち込むことは、あの持ち込めなくても結構です。ねまあ、早速やっていこうかなと思うんですけども、まず、ガインス的なことをやりましょうかね。 これその方の1ページ少しご覧になっていただきたいと思います。ねえー、まず勉強を始める前にというところでありまして、ガイダンスに近いんですけどね。えー、とこの試験ってどのぐらい時間かからないと受からない試験ですかと言うかれます。あの昔は大体3000と言っていました。で僕ね、多分3000以上やったと思います。多分5000とか、9、ま、種、あ、だったんで5000ぐらいやったと思います。あとね、選択科目はあるかないかによってもかなり違います。 もしあるんだったら、プラス1年っていうのは普通ですね。そこはね。まあ大体いい3000。今大体いいそこまでいかなくっても、1500ぐらいあるならば、多分、論文も通過できると思いますよ。ただ、まあ、全てではもちろんなくって、あの、レッカはほら、1年合格と言ってるけど、極めて少ないでしょ。大体いい20年ぐらいしかいませんから。20年ぐらいね。あと大体いいは、えー、っと、2年じゃ難しいですね。3年ぐらい買って受かってるのが平均ですね。ただ、2年あったらなんとかなる資格だと僕は思っています。だから、少なくても2年。 長くても2年ね。うまくいったら来年、まあ、受かるっていうのことをね、粘目にやっていきましょう。ね、で、まずはそうなると、少なくても1,500っていう時間を作り出すってことが必要になってくるんですよ。で、もちろん学生さんだったら、まあ時間があるかな。わかりませんけどね。あるかもしれません。ただ社会人で1,500時間って結構大変じゃないですか。うん。僕も自分も社会人だったんですけどね。2時間多分取れないですね。ほぼゼロだったですね。 あの前いた会社も多分乗ってる会社ですけどもねだいたい夜中の12時にいつも終わるんですそこから帰っていましたんでうちに家に帰って勉強する時間は全くありません今多分そういうことはないと思いますあの昔の会社だったんでこれは当たり前ですやるのがね12時ぐらいまでずっとやっていてうちに大体そこから1時間半ぐらいかかって帰っていましたのでまず勉強する時間ってないんですようちで通勤で僕はずっと勉強していましただからここに書いた通り勉強を止めないことが重要なんですよ あ,のある日だけ、えー、10時間やってある日は全くやってないっていうのは絶対ダメなんですね1.5時間でもいいから毎日毎日これ繰り返すんですでその積み重ねってことになりますんでできればですね講義について IC でずっとこれあの録音してしまってください録音して繰り返し聞くんですだからそれをね僕前提として授業やってるんで基本的にあまり線を引きませんでここに変線を引いちゃうならば多分あの通勤途上で聞くってことは多分できないと思うんですよ 自分の経験です。すごく嫌だったんです。線引けというと、なかったらできないじゃないですか。ね、で、僕、最強線だったんですね。最強線にイメージってありますめちゃくちゃ混むんですよ。で、ずっとこうやってね、手を上げて、あの足がそれでもこう、なんていうのかな、折れちゃうぐらい、すごく混んでいたので、ほぼ何もない状態で分かるってこと、ね、念頭に置いています。だから、あまり線を引くことはありませんので、まずはね、ずっと講義をね、えー、まあ、今音声ダウンロードってあるんでしょ あれを使っていただいて、えー、と、IC ですか今売ってんのかな ?IC。僕、大体倍速で聞いていました。だから喋るのが早いんです。結構ね。まあ、それを繰り返して聞いてもらいたいと思っています。止めないでください。何回も何回も聞き返すんです。聞き返して、うちに帰る前にね、あ、これはってなんですよ。そこだけ家で調べてもらいたいんですね。そういう勉強したかったら、多分、箇所分時間でうまく使えないと思っています。ね。まあ、それを時間をまず作ることですね。 あと、3番でありまして、必要な資料というのが書いてあります。絶対必要なものが、これ、法文集ですかね。まずは法文集。えっ、ー、と、法令書ですね。まあ、今日持ってきたのは、これはうんう、んパテックさんの2版ぐらい前のやつです。今、29版か30版になっているかと思うんですけど、これか、あと発明協会さんでも何でもいいです。法文書は絶対これ持ってきてください。でこれがないと、我々法律解釈をやるんで、できなくなってしまいます。 あと人によってはこれではなくて、まあ、これは十分なのに乗っかってるやつですね、まあ、これではなくって4本対象を使うっていう方もいらっしゃるんですあのいわゆる特許はこれ一書はこれ不正教争はこれとかね4つこう並べて書いてあるものがありますでこれってねある程度特許が頭に入っていないと実は弾けないんですよだからそうですね担当の勉強をやってある程度分かるようになって使うと結果結構効果がありますで最初かから使うとあまり良くなないいもしれない でも特に条約関係ですかこれ条約関係においては、これあまり他国のご自身がね、タックさんのものはすごくいいんです、これ。タックさんのもいいんです。あまり言わないですね。タックさんのほがいいです。本当にこれいいんです。特に PCT はすごく集約できています。別にね、別にタコがどうでかって言いたくないですけど、これはすごくいいものなので、うんと、今た、確か6000か4000円しね。 でまあ、安い、安い,安いかもしれませんので、もしね、よろしかったら、お買いになってもらっても良いんではないでしょうかね、そこはね。で、これは絶対必要です。あと、えー、と法律学小辞典っていうのは、僕ら、法学部に入ったとき、絶対買うんですよ。何かというと、あの辞書です言ってみたら、物件とは何ですか、ぱっと言って答えることはできないでしょ、分かんないじゃないですか。で、債権とは何ですかと、もうこれもぱっと言って、多分わ分からないと思うんですよ。で、それはずーっと書いてあるわけね。 でもちろん、うん、一講義の中で喋りますけど、皆さん法律系ですかで法律系であるならば、多分言ったことって分かると思うんですよ。で、そうではないってことになると、僕ね、無作為で多分言ってしまうと思うんですよ。これ物件的な請求権なんで、なんとかと。で、分かんないと思うんですね、それはね。まあ、なるだけそうしないようにしたいと思ってるんですけど、まあ、それ一応ね、引くっていうものがあったりした方がいいので、今すぐはこれ必要,必要ではないです。 まあ相当たって、まあ、少なくともやっぱ半当の勉強ぐらいできるようになったら、やってもらってみたもいいと思うんですねで。あるいはですね、えー、っと、この法律学障子で見ると、こういう文言ってあるんです。これ実際の本紙に出たものでありまして、1内45ってどういうこと意味合いですか ?1 内45。通常これ見ると、1または5ってやる方がいらっしゃるんですよ。で、そうではなくって、1から5までって意味です、これ。でも、この意味を取り間違えちゃうと、間違えますから。 これもずっと書いてあったりするものなんですね。あるいは、下の言葉ですね。物件再建とは何か。まあ、こうね、あるし。あと、この下のこの読み方って、ちょっと法律やってる人って違う読み方をします。あの、普通、これ、兄弟姉妹。あと、競売って普通言うでしょ。で、僕らは、検定姉妹、競売と言います。言うときって。変な言葉じゃなくて、そっちが普通なんです。法律やってる方ではね。まあ、だけど、あの、普通に読んでもらっても構いませんし。 だから工事試験があるので、うん、法律やってる方から見るとこの言葉ってどうかなってのあるわけですよ。ここはね、だからあっ,て、まあった方がいいってものでありまして絶対なかったらいけないってものではありません。結構高いんです。8000円ぐらいしますかね。あの昔は赤,本赤い表紙になっていたんですけど最近見るとあの青の色してますてね色は変わって8000円ぐらいですかね結構します。だから今すぐ買う必要性はこれありません。 まあこれ必要な教材とあとはクレストっていうテキストがありますんであとアドバンスですかね、まあ、これを使ってやりますんで他はいりませんだ地裁機材さんの本ってまずないんですよ教科書ってないしあったらおっしゃって読んでもこれわからないんですすごく難しく書いてあるし司法試験とか受かって方を中心に書いたんですだからわかり難いっていうのは本当のところでありましてそれ以上優しい本ってまず使えないんですこの業界でもねだからほぼこれ説明いたしますんで教科書的なものはいらないです で、これはまず必要なものですよね。そして4番。ここからですね。1年間で、ね、合格するための学習と僕は書いたんですけれども、これね、ウェブとあの生のうまく使い分けをやってもらいたいんです。でウェブで僕ずっと喋りますよね。僕ね、ずっと言ってるのは、生と、生と通信に分けるべきだと言ってます。で、ブレックの場合ってこ、こでやったものが、えっ、ー、と、いわゆるウェブで乗るでしょう。同じなんですよ。どこに意味があります僕はないと思ってるのね。 でそこで、一応やりますよ。あの、会社のことに従ってやってるんで、やります。やるけど、終わった後に僕、全部やると思ってるんですで。全部やって、当てていきます。これ、あの、強制ではありません。だからそこに出た方で、パッパッパッと答えることができる方って、まず、半年で受かってます。去年も半年です。単独で受かってます。半年です。で、受かるんです。それ。でも、全部答えることができればです。で、全てそれに基づいてやりますんで、あの、応答できる知識が一番本当は難しいんです。 だうまくできてますよ。あの、便利試験って。まずは担当式試験。次、論文があって書けるからでしょそして、コード、コーこれが一番難しいんです。パッと言えるというところが、一番難しいということになりますんで、これずっと問答で聞いていきます。それ通常にやってる問答じゃないので、いろんなことを聞いていきます。特許はどうですかなぜそしてその後、遺書はどうなっていますかなんで違うかと聞いてきます。で、普通書いてません。で、自分で考えて答えるんです。でそうしないとなかなかいい案って出てこないんですね。 あの僕ねもちろんあの知識をしてますよだけどどうせ受かって合格した後は全部忘れますこういう指向で教えてるんなら別ですよじゃなかったらほぼ使わないんです商標形だったら3条と4条1項11項ぐらいしかこれ普通使ってないのねほとんどごちそにやってる方は分かりますただ残ってもらいたいのは何かというとあのその勉強のやり方なんですねないしは見方ですこれずっと残るんですだからそれは教えたいと思ってるのでだから知識だけじゃなくっていろんな問題考えてもらいたいんですね まあそれは生の方で当てていくっていうゼミをやります。じゃあ出てない人はどうするかというと、あの、アップしますので、まあ、それをご覧になってください。十人これ見れます。アップいたしますので、十人それをご覧になってください。ね。で、そしてですね、次。じゃあ、一年間で合格するためには何が必要かと、僕は三つといつも言っています。一つは知識です。まあ、これがなかったら、担当論文ともまず解けません。今、知識さえやるならば、多分、論文式試験ですね。 べらぼりに文章は長いんだけど、見た瞬間溶けます。あ、これを聞いてるんだ。回答こうなるんだ。それで受かります。その程度なんですよ、レベルとしては。大したことはない。でもしかしこれではダメなんですね。受かったと僕らは何やるかというと、文章を書くんです。文章を書きますんで、どう文章を書いていって流すかと。これ、九州はこれなんです。九試験ないしは九小試験これです。これがないと、法律家とは絶対これは言えないんですよ。口が下げても。しかしだって、文章表現力。あと、上。観察力。 本試験でちょっと違うんです。ちょっと違うところ分かってなくて今分かっちゃうんですけど、本当はちょっと違うんです。本当の回答ってこうだったと説明したいんですね。本当の回答はこうだった。でも一応相対評価ですね。25%上取っちゃうと受かります。だけど、ほぼ受かってないと聞いてますよ。うん、今、54点で合格でしょでもほとんど40数点で聞いたことあるんですよ。そのくらいで受かるんです。今の試験って。そうなってもらいたくないんです。できれば60点以上。 客観採点で、ね、九死と同じです。で、担当だったら僕、8割と言ってます。いつも。8割。このくらい,いないと、丸バスの試験でしょ。知識は FA だ。これ極めて怖いんですよ。やると。すぐバレます。特に、事務所関係に勤める方。なぜこの試験を考えるかというとね、パッと言った瞬間ね、パッと言った瞬間、あの、質問って通常、企業の先生でも投げるんですよ。投げてきて、回答できないと、そこで終わりです。仕事としては。終わります。そこは何かして考えるんです。わかります あの今、昔と違って、企業に弁利士さんっているんですよ。昔は言いませんでした。適当言ってもこれ、分からないんです。今いるんですよ。一体聞いてくるんです。この場合どうなりますか未知の問題です。そこから考えて、結論をつけないと、事務所としても仕事がありません。正直言って。まあ、会社だったら、まあね、他の政策をやるってこともありますんで、いろんなことがまだ不可に、まだまだ,まだまたプラスってことになるかと思うんですけど、この3つですね、知識、観察力、 あと文章、表現力。寄せ見の先生が言ってました。これね。その通りだと僕も思ってました。聞いたときね。なるほどねと思ったんです。これをつけてもらいたいと思っています。ね。で、うんとですね。そして2番。担当式試験の学習方法。まずこれ受かれたですね。担当式試験ね。だから8ヶちだったら受かると思いますよ。本当に。担当式試験って。やり方によります。で、担当はどういう構成になっているかというと、法律って、要件と効果の学問ですね。要件、効果の学問。 法律要件があって、それから効果が発生します。あと、原則があったら絶対例外ってあるんですよ。で、これね、一応暗記じゃなくて、理解するんです。なぜこう書いてあるかと理解します。まあ、今日もね、いくつかやっていこうかと思うんですけど、これどういう場面で、なぜこれが問題となったのか、なぜ担当の問題を聞いたのかと考えてもらいたいんです。で、それ下に書いてありましてね、うんと、2番、なぜその回答になるかのアプローチと書いてあります。で、これ、法律学では、必要性と許容性と通常言います。 ある担当の問題が出ました。ね、通常だったら、常務探して、何条何項だで回答を切るんですよ。そこではね、ダメなのね。最後はこれです。ただ、まずは理屈で考えです。こうなるのが当然だと。まず持っていかなればいけないです。そして常務見るんです。ああ、そうなっていた。絶対これ忘れません。理解ができるんです。この2点で、普通理由ってつけると、僕は習いました。必要性と許容性です。通常、指向でやってるのは許容性だけです。そこでは想像ができないってこと、僕は言ってます。 どうせお金をかけてやるんだったら必要性と許容性の観点。これができると多分10問解いて100問までいきますで。もし許容性だけで解くんだったら10問やってすぐ忘れるんで1か2問です。そうなってしまいます。そうならないようにという点ですかね。あと3番。なぜその問題を出題したかと考えてもらいたいです。担当式試験もべて題があります。題。なぜこの問題、どうだのかという点です。 でこれがもしね、一足一足できるようになるならば、間違いなく論文は受かります。そうやらないから受からないですよ。担当論文これ分けちゃうんですね。これ絶対これは無駄です。やっちゃうと。よくないということになります。で、これを完璧にやるならば、多分60点満点の50点は僕は行くと思っています。で、そうなってもらいたい。8割通過が僕は合格者といつも思ってるんで、それをなってもらいたいと思っています。で、下書いてある通り、今の論文は担当的なんだと書いてあります。 担当のね、答えを書くようでも足りちゃうんですね。極めてつまらないという論文になるんですけども、まあ、仕方がないですよね。あと、今の問題って、特に論文は時間がかかります。べらぼうにこれ長いんです。ね、じゃ先生はどのくらいで解いてるんですかというと、僕は5、6分です。これ読み方があります。間違えちゃうとかかるんです。こうね。だって、作った先生たちが2時間とかかけて作るような問題は作っていないと思いますよ。その時間で解けるようになってるんです。読み方が悪いんですね。 こ,こはね。で、これは論文の方の、論文の方の講座の中で読み方と教えようかなと思っています。で、次行ってください。次、論文式試験ね。僕は担当の論文を分けているつもりは全くありませんので,で論、担当についても論文的な思考で解いてもらいたいと思っています。で、次、論文式試験なんだけど、読み方ですね。通常これ冒頭から読んではいけません。でも読むんです、普通。 でそこから読むと意味が全くないんです。極めて中央書でずーっと書いてあるんですよ。全然点数が影響してこないよね。本当から言うともう問いの部分からパッと見ると分かります。あ、これを聞いてるんだと分かります。まあ、そこだけ書けば受かるんですよ。余計なことを書いちゃうと間違います。そこはね。読み方をこれを教えたいと思っています。あと、回答の出し方。これもあります。出し方もあります。ね、あと、書き方を教えるっていうのは講座。ないしは読み方ですかね。教える講座。 僕ね、他の資格もやったことがあるんですよ。司法試験でもやった記憶はありません。これって。なんとなく、だんだんやっていくうちに分かったというのは普通なんですね。でもそうではなくって、これ教えたいと思ってます、ね。あと4番、工事試験。これ知識不足から来るのが一番ポイントでしょうかね。知識不足。あとは、コミュニケーション能力って書いてあるけど、まあ知識があったらなんとかなりますからね。今、落ちない試験に変わってます。工事試験はね。 不均衡性が昔はね、結構あったので、7割ぐらいしか受かんない年が実はあったんですねで。おかしいだろうというのがあったんで、今絶対これ基本的に落ちません。多分今年は1人か2人かな、おっしゃるとね、そのくらいしかいないはずなので、まず落ちません。ね、まあ、そういうことになりますんで、あの、大本命はまずは担当式試験です。これいかに早くくつぶすかというところ。まあ、それはもう高得点取れるんだったら、間違いなく論文は受かると思っています。 あのその8ヶ月で受かった方、一月しかやっていませんので、ね、労務の免許って。で、もちろん、申しも受けていません。で、受かってます。それはやり方によるんですね、まあ。そうなってもらいたいということになります。ここまでが一応、ガイダンスですね。じゃあ、早速内容をやっていきましょうかね。えー、っと、この3ページ、クレスの3ページを見てください、ね。で、知的財産権というのを勉強していきましょう。まあ、知的財産権、聞いたことありますね。あるいは、無体財産権、あるいは、知的所有権。今、知的所有権というのはあまりしないんですね。 知的財産権。所有権という概念になると、所有って持ってるいイメージでしょ形がないものって持てるって意味合いにありませんので、今、知的財産権というのは一般的です。ね、ただ、これがさらに分かれるんですね。見ていただくと分かるように、財産権って二つあると、僕は言っていますい。もちろん、大学で習ったのは、こっち。優体財産の方です。形があるんです。優体財産の典型的なものは、物件と債権ですね。あるいは、動産とか不動産です。形がもうあるんです。 でこの一方で、無体財産権、形がないんですよ。で、これ、知的財産権と言ったりします。知的財産権。で、有体財産に一番難しい国家試験は、間違いなく使用試験です。司法試験です。この一方で、無体財産に一番難しい試験は、ベニシーということになりますので、対極にあるということですね。そこはね。じゃあ、この無体財産、ないしは知的財産権って、さらにこれ、分かれるんです。どうなるかというと、一つは産業財産権、特許上主管の法体系です。 であとは、不正競争防止法。これは経済産業省の本省の管轄になります。あと、著作権。これは文化庁の所管ということになります。まあ大体これやるんですがね。もちろんこれ以外ってたくさんあるんですよ。関税法とかね。僕もやってます。関税法。あと、種苗法。あと、GI とかね。あったりしますけども、試験的にはこの3つあたりやれば足りちゃうということになります。ね、まあ、相当科目数があるわけですね。産業財産権。まあこういう権利はなくって、学問体系です。 特実遺症という、まあ、法律なんですけどね。だから、産業財産権って言ってるから、かなり近しいんです、形が。あと、産業財産権、不正競争防止法、あるいは著作権揃えて、知的財無体財産権、ないしは知的財産権と言いますんで、これも似てるんですねで。ある程度類推して解けば、1科目は0.3とか0.4と、ウェイトになりますんで、1が1ではないんです。で、司法試験の場合は、1が1なんです大たい。 それがちょっとウェーが高いっていうところになるんで、あとね、判例の計算、ほぼいらないです。大体、うん、いいね、10か20の基本的判例を覚えておけば十分です。それ以外、知見には出ません。で、小試験は出るんです。これ出ないので、まず大丈夫ということになりますね。じゃあ、早速やりましょうかね。じゃあ、知的財産権と、えー、無体財産と有体財産ってどう違うのかというところです。例書いてありますね。レクトの関係で DVD オプション。 まあ皆さん多分、ウェーブのオプションになるんでしょうかね。でも、DBD オプションってあるじゃないですか。ずっと永久的に講義を見たいっていう人ね。<laughs> 見たいって人。で、送ってきたらしいんですよ。で、送ってきたお客様は一体何になったのでしょうって言ったんです。これ、有体財産権所有権者になったってことです。所有権者になった。DBD お皿の所有権者になったってことです。で所有権者になるならば、民法206条って規定がありましたね。所有権者、何ができるか。 当該物について、物ね、有体物について、使用、収益、処分できると書いてあります。何やったっていいんですよ。じゃあ、何やってもいいのだったら、そこに課題されているデータってありますね、ういの内容、じゃこれを勝手にピーして、転売等をやってもよいかというと、これはできないです。これは無体財産ということになりますので、結構、工作状況ってあるんですよ。所有権者だったけど、できないというのは結構あったりし、これ調整しての一番が著作権ということになったりします。 結構めんどくさいんですけどね。こういうことを勉強するっていう学問になります。やることはね。で、さらに2ページを見ていきましょうか。適材産の種類と書いてあります。いくつにこれ分かれることができます。で、まずこれテキストだと5ページから7ページ曲がってるんですけども、これを一応開いてみてください。5ページから7ページ、種別なんですけどね。どんな種類にこれ分けることができるかというところです。うん。一つは一番に書いてあるように、創作法ってやつね。創作法。 でそれに対する協業法と言われたことをいるものに分けることができます。創作法と協業法ですかね。創作法と協業法。これが、ここに上がってますかね。ここ。創作法と協業法ですね。あ、こっちか。創作法と協業法。今までなかったものを作り上げたってものについて保護するものを創作法と言います。特許。実用新案、衣装商標は創作物、創作法です。なかったものを作るんです。で、作りますんで、 るるからあるものを作ったそこだけで価値物になりますでこれに対して、標識法、協業法、商標です。これは無価値物です。マークには価値がありません。後でやるように。価値がありません。これを分けるという立場がまずあります。あるいは、上に書いてあるように、目的条項によって分ける。例えば、産業財産権、あとで言いましょう。すべて、究極目的は産業の進歩発展に,にあると書いてあります。 でこの一方で、文化の進展にあるものを持って著作権と言ったりします、ね。あるいは分け方としてあるのが、次のページですかね、保護の方法による分類と書いてありまして、あらかじめ権,権利を与えて保護をするという法制、産業財産権、あるいは著作権がこれに当たります。この一方で、そうではないと、悪い行為については規制するんだというのが、性競争防止法ということになります。 うんまあ、分け方ねどうでもいいんですけどこんな分け方があるぞっていうだけですただ創作物は無価値,から価値がないものからあるものを作ったという過程でありますんで作った段階で価値物って話になります価値があるんですでその一方でマーク商標ねマークはこれ単なる選択物ですレックっていうものは価値があるわけではないんですアルファベット26文字の順列ないしは組み合わせということになります価値がないんです、まあ、価値がない で使って初めて価値があるんだと、あとで説明します。そこによって価値が出てくるということになっておりますので、えっ、ー、と、いわゆる創作でないものについては無価値物ということになりますよね。うんまあ、それが分かれるという点になるんですけど、また、レジメに,もクエストに戻りましょうかね。まあ、それが、クエストの3ページの、三、えー、ページの2に書いてあるわけですね。まあ、これはあまり問題がないところなんで、こういう書方があるなというところでいいと思います。さてさて、問題はこの後ですね。 ベストの4ページ、ご覧になってください。えっ、ー、と、知的財産権についてと、知的財産権についてと。知的財産権という権利は実はありません。うん。じゃあ、これは学問体系なんですね。あの、行政法ってご存知ですか一般法にあるやつで。行政法で。行政法っていう法律は実はありません。ほぼすべては行政法です。例えば、消防法、風俗営業法、すべては行政法っていう学問体系です。 で知的財産権法と言っているのも学問体系です。こういう権利があるわけではありません。お間違いないように。行政法という体系に近いです。ね、したがって一番、知的財産権法という法律はないと。ありません。学問体系です。え体系に似ているから知的財産権法と言っているのであって、さっき言ったように、一科目、一科目ではないというところは、これ極めて勉強しやすいんです。ということは、比較対象しなかったらいけないということになるわけでしょ。 だから、4法対象不法っていうのがあるんですよ。ああ、これが似ていて、これが違うんだなって分かるようにあるんです。それはある程度、特許、ないしは商標が頭に入っていないと、使いこなすことは難しいんです。今はやめてるというのはそのことですね。ある程度経ったら、やってもらって結構です。そこはね。で、次4番。産業財産権と私的財産権。あの、僕ら、弁理士は大体やってるのが産業財産権ですね。これが大体90%強。 うちの事務所になると、うちは商標系でありますんで、プラス、あの、著作権と、不正競争防止法と、あと、関税、税関関係もやってるんで、税関関係、関税法すね。あるいは、GI、これも支出力やってたり、あと、守備法やっていたりするんで、まあ、商標が70%、衣装が10%、残り単なのでやってますんで、まあ、結構広くやってるんですけどね、特許は私は全くやってません、そこはね、特許はやってません。で、まあ、それとして、 じゃあ、産業財産権法、独自、異っていうね、ものと他の知的財産権法、どう違うかという点です。ね、まずは、目的条項は違うんだというのが書いてありますで。少し目的見ていきましょうかね。見ると、あっとわかります。で、戦後立法は第一条、そこに目的条項が必ず書いてあります。戦後立法ね。あの、産業財産権法は昭和34年立法です。昭和34年立法。だから、 旧法はとかね、書くんだったら、これ対象10年法を書くので、間違わないですね。例えば、今、改正になりますよね、今度ね。今、閣議決定上がってるものがあって、また変わる予定になるんですよ。特に商標。あと、不正競争、防止法、衣装一部ね。四条関係変わるんですけども、あれ、昭和30年立法の一部改正って言うするんですよ。改正法じゃないのね。一部改正って言うけするんです。旧法といった場合、対象10年法を指しますんで、お間違いないように。言っちゃうと間違いです、そこは。 よく書いてあるんだけど皆さん間違っています言葉の使い方としてはね大正10年法明治38年法かな99法で現行法が昭和3十年立法ってことになっております、ね、じゃあどのくらいの時代だったよねでしたらね昭和3十年立法って当時立法したとかなり日本は後進国だったってことですよ作ったことってそれを基盤として法体系されているんでこの言葉ってどうかなっての結構実はあります でも、ね、改正するって話になると極めて大変なのでちょっちょちょっといじってるんですねそこで経緯はこれ一応私は知ってる限に話したいと思ってますじゃないとこれわからないんですよこういう法制変わったこれ昔の問題があったんで変わってるんですで少なくても昭和58年ぐらいから全部知ってるのでそれはお話をしたいと思ってますその前って話になるとさすがにわかりませんのでそこはねでも58年ぐらいからの法は全部知ってるんで何年はこうだった 問題だから変わったというのはしゃべりたいと思ってます。そうしないとわからないんですよ。間違いなく、ここはね。今こうだと言ってもわか,からないです、そこはね。で、見ていこうかなと思うんだけど、第1条ですね。さて、どうなってるかと。まず、産業財産権法。これ、昭和30年立法でありますので、1条に目的情報は必ずあります。じゃちょっと見ていきましょう。1条、こう書いてありますので、これは4法対象が便宜ですね。まずは特許。目的。 究極目的は産業の発達に寄与することを目的とする。産業発達が目的なんだよな。だから産業財産権法というんだよなって何となくイメージがあるでしょ。で次、実用新案。これも。うんと、実用新案ですね。実用新案、ここ。えっ、ー、と、ここ。持って産業の発達に寄与することを目的とする。あ産業立法なんだよな。産業財産権法なんだよなと分かるでしょ。で次、衣装。これまで創作三法です。衣装法。デザインですね。 ここもこう書いてあって産業の発達に寄与することを目的とする同じですで商標商標だけちょっと違うんですね産業の発達に寄与し合わせて上司の利益を保護することを目的とすると書いてあるんで目的は2つあるんですだからちょっと違うんですよでも創作三法特区実位は極めて似てるんです一条の目的を体現するために全ての規定があるといっても過言ではないんですとなると極めて近しいんです で違うところはどうかなって勉強するんです。で商標だけちょっと違うなってなんとなく分かりますよね。だから、本来体,体系としては特許をやって、商標をやって真ん中ばって勉強するのが一番いいんですよ。これ一番綺麗な体系。美しいんです。体系的には。本当はそうやりたいんですけど、予備校ではそれをやらせてくれませんので、通常通りやります。そこはね、やるんだけど、後になればそう絶対そういう体系が分かりやすいです。衣装はちょうど真ん中というよりも、特許に近い真ん中ですね。で、そういう体系を取ります。衣装を振って。 まあ、実用性はね、めちゃめちゃ特許に近しいので、ほぼ特許プラスアルファという感じですかね。まあマイナスかな。そんな感じっていう法体系です。だから分かりやすいってことですね。で、これに対して、不戦競争防止を著作権どうなっているのかというところになります。で、不戦競争防止の体系は、えーね、条文はこうなっておりまして、これは昭和えごい平成5年立法です。改正立法になってますので、これも戦後立法ですね。必ず第1、 1> 第条条に目的項書いてあります少し見ていこうかなと思うんですけど、不正競争防止法は、こっちの方がいいですかね、ここですね、えっ、ー、と、究極目的は、国民経済の健全な発達に寄与することを目的とすると、まあ、国民経済の、まあ、似てるんだけど、ちょっと違いますね、言い方がね、国民経済の健全な えー、発展に寄与することを目的とする経済の発展だと言っています。まあ、経産省の法体系なんで、まあそうなのかなっていう感じでしょ、似てますけど、ちょっと違います。で、この一方で、えー、と著作権法、これ、昭和45年立法です。これ、どうなってるかと言いましょうね、文科省の外局たる文化庁の体系ということになりますんで、ちょっとまた違うんですね、見るとね。 えーと著作権法、めんどくさい法体系なんですけども、あのー、結構実は使うんですね、特に文系です、文化の方、まあ、これを使えなかったら、われわれ仕事ができませんので、著作権、こうなるというところですね、著作権ですね、はい、これが著作権、45年立法になっておりまして、究極目的は、文化の発展に寄与することを目的とすると書いてあります、文化発展が目的、まあ、ちょっと違うんだよなというところです、そこね。 でまずは産業財産権からやっていきましょう。特許中心。まあ、それある程度あると、本当は商標をやって、真ん中が衣装だって理解一番、本当は美しい体系です。で、その補完的な法制が、不正競争防止法。で、応用すると、あと著作権でなんとなく分かってくるっていうことになりますので、衣装の近い、プラス、あと商品にも実は近かったりしますで。そういう中身でやっていきますんで、まあ、肉声をこね合わせばなんとなく分かるかなと思います。 でこれは、ね、全部融合できた瞬間受かりますからね。僕それが来たのが4年目でした。4年目ね。<laughs> あの全く、えー、とガイネスも言った通り、1から3年間ずっと担当が実はダメでしたね。1年目はこれ遊びで受けたんです。遊びというか、バナレです。で、受けたら50点満点で十何点かな。すぐ終わりました。でわ分かんないんだもん。2年目、真面目でやりました。だけど、20点。ちょっと。ですね。50点まで20点受かりません。当時40点なので、棒だって。8割です。 で3年目同じですあまり変わりませんやったんですよすごく担当の問題もの10年分30回繰り返しました繰り返しましたでもね回答覚えてるだけなんですよ解けないですよそれだとで4年目もうやめようかなと思ったのねだって無理じゃないですか3年目やって全然棒足に棒にかかってる点数じゃないでしょおかしいなとね思ったんですよ大学でちゃんとやっていたし僕他の科目も他の試験もやっていたしなんでできないのかなと思ったのねでも合わなかったんですよ細がすぎちゃってである時ねある時ですよ富士山見た時に キュッとこれまでこの体系をキュッとくっついたんですね。9科目全部。あと、選択科目。僕、刑事訴訟法と行政法と憲法をやってたんですけど、これもくっついて、ああ、こういう体系になったんだと分かった。瞬間分かりましたね。ね全部。あこうだったんだ、こうだったんだ。回答絶対こうなるんだと分かったんですよ。まあ、そこからですね、分かるようになったのって。そうなってもらいたい。で、くっつく瞬間絶対来ます。9科目は。バラバラでは本当に受からないな、ね。ダメだし、あと、仕事は絶対使えないんですよ。全部キュッてならないと。 ですね、消費で何とかしてくれって聞かないからこれを保護してこないって持ってくるだけなので、まあ、商標だったらどう衣装だったらどう不正競争はどうってこれ分からないと本当は厳しいわけですお仕事ですよね、うんまあ、試験にはそうなっていないんですけどねであと分ける視点っていうのは管轄官庁ですね管轄官庁。じゃあ産業財産権はどこが管轄官庁なのでしょうか僕らの監督官庁です経済産業省の外局たる特許庁という役所ですね外局局ってイメージがありますかね 一番トップが役所だったら大臣次が通常時間ですかね3時間といたりしてんすけど、まあ、時間次局長でしょ内局と外局にこれ分かれるんですよ独立性がすごく高くて専門性,性高いところについては表に出してしまったこれをもって外局と言いますだから特許庁長官のレベルって局長レベルってことになりますもうめちゃくちゃ偉いんですねただ昇進から言うともう終わってしまったというかね時,長時,間時間になりませんでしたという人のポジションと通常なっていましたけど今どうでしょうかね 結構偉いということになります。で、これに対して、不正競争防止法は、経済産業省の本省でやっています。だか似てるんですよ、すごく。商標とか衣装の保管とイメージです。保管とイメージ。あと、民法すごく近いんです。この法律って。あと、著作権。これは、文科省の外局とある文化庁という役所になります。これも外局ですよね。うん、外局。文化庁はやっています。ね。まあ、そういう体系になっているということになりますよね。じゃあ、5ページ。 で試験の範囲と書いてありまして、これ実は理士法というところに規定があります。理士法の3条でしたかね。えっ、ー、と、紅に関する、知的財産権に関する法令を問うと書いてあります。法令。ということで法律または命令について問うてるんだということになっておりまして、本来審査基準って法令ではないんです。でも出るんですね。なぜか知らないけど。審査基準ってこれわかります特許庁の審査の基準です。で特許庁って確実的な行政庁でしょ。まあ、行政庁って確実性を重んじるじゃないですか。 そこで、この法についてはこうやって解釈をするんだというこれ、基準です。うん、でこれもね、本来から言うならば、これ見てっていうのは当然なんですよ。特に異常と商標です。なかったら分かりませんから、見てやるんですけども、暗記ではダメなんですよ。なぜこうなったのかと、貢献解釈を実は考えるべきなんです。で、あるとよく分かります。特許上はこれでこういう基準を持ってるんだということをやるとよく分かるんですけども、多分それは無作為に皆さん覚えてるんだと思います。本当はダメです。それって。 もちろん実務であるならば十分なんですけどもそこだけでは教えるってことはできないことになっていますんで私はちゃんと理屈を言いたいと思っていますでさらに気をつけてもらいたいのが3番で審査基準をそのまま侵害基準に書く人がいるんですよこれ違うからね審査基準って特許庁の基準侵害は裁判,所の裁判所の管轄になりますんで権限分配の理屈に反しちゃうねこれやっちゃうとねでも書くんですよこれ無作為に書いちゃうと減点です間違いなく減点です まあ商標の登録要件類似関係があります41号11号という規定になるんですけどこの基準はこうやって見るんですって書いてあるわけですよ。これ審査基準ねじゃあ侵害、まあ、商標権侵害領域類似について使ってしまった場合は侵害とするっていう規定があるわけねじゃあその場合にちょっと同じですって書いちゃうとえってなるわけですよ違うだろうとすれば裁判所の専属管轄でやって何裁判所で行政庁が偉いかといったらそんなことないでしょ対等ですよ それ書かれちゃうと、この方って全然法的なセンスがないのかなって思うわけですよ。でも書くんですよ。それは間違い。本当は。もし同じでも書くんです。なんかちょっと入れて、私は不法したと言えばいいんですけど、全くまさに書かれちゃうと終わりというのは普通です。でも受かってる。このね。受かってる。本当はおかしいと思いますけど、受かってるというのは本体ですね。じゃあ、文は大したことはないといったらそんなことです。じゃあ、ここからは本体になりますね。国内の体系を少し見ていきましょう。国内法の体系です。どうなってるかと。 あの憲法が最高法規だったら知っていますよね。まあ、聞いたことあるじゃないですか。じゃあ、その後どうなってるんでしょうね。憲法98条という規定があるので、ちょっとこれ見ていきたいと思っています。あの結構この合議って、憲法はこうだからこうなってますって結構ありますよ。それによって改正になったというのも結構ありますので、やらないことは絶対これはありません。憲法、ね。ちょっと見ましょうね。憲法98条という規定がありまして、ここ、最高法規っていう章になります。 こここですねこの憲法は国の最高法規であって、最高法規ですね、一番上の頂点だと、法律ではありません、最高法規です、法律ではありません、最高法規であって、その条件に反する法律、国会議員の先生がこれ、合意して作った規案ということになりますんで、結構上でしょ、だって国民主権ですから、我々作ることはできないんで代が、代表者が作っていると、これは法律ですよね、法律、で、その後法律、あと命令、これ、聖書令です、聖書令。 正正命令、あと規則、あるいは弔着、まあ、天皇陛下のお言葉みたいなものですね、弔着、あるいは国務に関するその他の行為の全部、一部は、その効力を有しない、憲法に反するような法律、命令等については、違憲無効であると書いてあります。まあ、条件があるわけですよ。憲法があって、法律があって、命令というのがあるわけです。こういう体系になっているで。そうはない形になっているんです。だから、まず憲法に反する法律は絶対これはありません。 あるいは、えっと、例えば特許法、法律ですね。これに反するような特許思考規則は絶対これはないんです。あってはいけないんです。国民主権に反しちゃうからです。わかります法律は,我々,は我々の代表者が決めてるんです。国民主権だから。だけど、それって専門家の集まりですかね。国会議員の先生って。違うでしょ。弁士単独で、今、えっ、ー、とね、衆議院議員になってる先生僕二人知ってるんですね。一つは一人がカンナウト先生。 もう1人はこの前一緒に検証を受けたんですけど、桜井先生という方がいらっしゃってね、その方2人しかいないんですよ、確か。あとは弁護士、弁護士はいるんです。で、弁護士単独だとこの2人しかいませんので、まあ通常はこれ分からないでしょうね、特許をといったって、改正すると言ったから。じゃあ、ある程度枠を決めてるだけなんですよ、法律って。で、あとのところは専門家がちゃんとね、満たせばよいと言ってるのが、聖書を例ということになっております。うまくできてるんですね。じゃあ、ここまではいいわけですよ。そういう体系になっていて、憲法最頂点。 でそれから法律、特許等だよね。でそして、そこだけでは不十分なので、規則を定めた、命令を決めたということになっています。じゃあ、これだけでいいですかと言ったら、これは使用試験ですね。僕らって、条約っていう実は科目があります。条約っていう科目があります。条約。さて、条約についてはどこに行ってしまってるんだろうという議論があります。これは憲法でもやったりするんですよね。まあ、細かいことはしませんけども、えー、ここに書いてある通り、条約は憲法より下、でも法律より上という解釈になっております。 これ、特許26条に書いてありますので、ちょっと見ていきましょうか。特許26条です。確認規定です。こう書いてあります。特許法26条ですね。えっ、ー、と、26条。ここ。えっ、ー、と、特許に関し条約に別のスタメがあるときは、特許と条約の規定が相互している場合、この場合どうしますかってこと。まあ、相互しないんですけども、相互している場合、どうなるんですか書いてあります。 このその規定に、えっ、ー、と、規定があるときはその規定による条約の規定が優先適用されるんだと書いてあります。確認規定です。ここ。確認規定です。で、大体世界の法律ってこういう体系になってるわけです。憲法があって、それから条約があって、国内法があって、そして、青省年という形になってますので、大体その条約の形が変わってしまうならば、各国の国内法って全部大体わかりますよ。わかる。 でちなみにちょっとね、これは少し勉強している方にちょっとね、聞きたいところなんですけどね。あの、商標ってこれ何年ですかね、ちなみに。10年としてるでしょ ?10 年。商標法、商標権の存続期間で。10年。更新さえするなら永久権だってなってるわけですよ。ただね、諸外国においては7年と来てる国にもあるわけですよ。7年。どこを根拠にしてるんですかという条約です。ちょっと見てみましょうね。トリプス協定。日本は10年です。 大体今10年多いかなと思うんですけど、7年の国もあります。これマカオ7年です。で、どうなってるんでしょうね。トリップス協定で実は規定がありまして、条約の規定です。で、そこに全ての国で大体これ入ってる国はそれ、遵守しますので、大体そうなってるわけですよ。ちょっと見ますよね。7条っていうところになる、えっ、ー、と、すみません。トリップス協定の二十何条かですね。えっ、ー、と、知的財産権に関する条約っていう規定がありまして、そこのところの、 うんとですね商標の部なので、商標、調べてくれるべきですね <laughs>、<laughs> 動き期間18条ですね、ここ。商標の最初の登録および登録の更新の存続期間は少なくても7年とすると書いてあります。7年。少なくても7年とすると。って書いてあるですね。 だから7年以上であるならばいいんですよ。で、諸外国大体いい10年です。7年って国も実はあります。守ってますよね。5年ではいけないです。ダメと,ということになります。で、さらに聞きますよ。これっていつからカ,カウントされてるんでしょうか。式です。カウント。書いてあるんですよ。日本は登録から10年。でも諸外国で出願から10年って国もあります。これでいいんです。間違いはないです。わかります日本は登録から10年です。これ50数学国しか実はありません。ほかの百十数十か国は出願から10年です。 これ間違ってはいないんですよ。守ってますから、ちゃんと。そういう体系になってるんだと分かるようになると理解できるわけです。で、これが本当ね、お客さんに対して説明するとき、絶対これ必要なんですよ。これが根拠だと言うんです。って言うと分かると言います。ね。まあ、そんなことになっていたりするんですけど、えそれを、えー、理解することによって、何を言いたいかというと、大体国内が分かっちゃうと条約って分かるんだぞと僕は言いたいんです。あと、逆も死んだり。条約が分かれば国内は絶対これ分かりますし、海外公正のこい大体分かってしまうんです。 これが多分メニシアの一番違うところかなと思うんですね。少試験とは。ある程度世界に通じてるっていうところになるんでしょうかね。面白いところ。だから、皆さん資格を取ったら、海外の資格を絶対取ってください。<laughs> 本当にいいですよ。あの、仕事が倍になるってこともあるし、今、日本って今、不景気ですかかもしれないね。不景気かもしれない。僕、サラリーマンではないからあまり分からないんですけど、不景気だと思うんですよ。でも、アメリカとか行くと、全然違うかもしれません。あ今、アメリカはダメかもしれないね。でも、他の国行くと、めちゃくちゃ好景気ってこという国もあるわけですよ。 でそういうういととこころに行って働くでできますすからね全然違うんですよ収入も倍以上ですね、本当それ、特に女性が多いんですよね、なんか知らないけど。よく行ってますね、あとね、必ず法律でまた勉強する人っているんですよね、うちのクラスの人とね、理科系なんだけど、受かった後と、僕の格好に行くっていう、ね、人がいて、8万円ですから、学習を取るために、通信ですよ、でも8万となってるんで、結構お安いんですね。 まあそれ受かってから決めてください。今来る前はそんなことできないでしょ。でもすごく面白いですよ。ああ、こういう法律ってなってるんだなって分かると、もっと深く勉強できます。これ、実際に受験なので、やってることってね。じゃあ、次ですね、6番。体系そうなってるんで、言いたかったのは、国内を分かってしまうならば、代替条約って分かるぞと僕は言いたかったんです。あるいは逆も死んだりでありまして、さらに国際的な各法域についても分かるということがあるというのはこの資格の面白いところだよっていうところですね。勉強もそうやってやってください。 ね、次、6番目、積財産権の位置づけと書いてあります。うん、一般法特別法と聞いたことがありますかね。一般法特別法。まあね、細かく書いてあるんですけど、まあ、これ正しい定義ですよ。ただ、一般法と大体、少子験の科目だと思っていただければよいです。民法であったりとか、刑法、あるいは行政法とかね、あれです。あれ。あれ。でも、そこでは切り付けできないものについて、特別法というところで決めてるというものがあるんですね。特許は特別法ですよ。 消費もしっかり。特別法です。特別法。で、不正競争防止法は民法の特別法です。不法行為というところの特別法ってことになっております。とこね。で、じゃあどういう体験になるのかなっていうところです。これ、あの、ガイダスに来た方については、僕は弁蔵書いたと思うんですよ。えっ、ー、とね。書きますよ。で、まず財産って2つあるという話をしたと思うんです。で、今日ね。これ1つは、優待財産。 動動産産とか不動産ですよね有体財産、でもう一つが、僕らが使う無体財産、ないしは知的所有権、知的財産権と言います。一部かぶっちゃってるんですね。で、勇退財産、動産、不動産って、もう権利はあるんですよ。動産、不動産ってあるでしょ。あるものに対して、どう処理をしていくのかっていうのが争点なんですよ、民法等って。 で、じゃがその、その一方で、知的財産権、あの、異賞とか不正、あの不正競争、止賞とか著作権は、実は、2番です、すべて。権に発生過程がありませんので、もうあるものはあるんです、瞬間的にも。あるんです。あとはどうしていくかっていうだけなんですね。この一方で、産業財産権、特区実、異賞っていうね、法律マターについてはどうですかというと、これは、権に発生過程ってあるじゃないですか。特許状というところに対して書面出して、 審査を経てから初めて財産検定になるんです。これは通常やってるところに流体財産にはこれ全くないんですよ。全て特別なんです。3番って。わかります権利生成課題です。出願を行ってから登録になるまでです。これって、動産不動産にありますかこれ。ないと思いますよ、今度。あるものはあるんですよ。不動産なんて。ありますよね。どう切り取ってきたときにどういう問題があるかっていうだけですよ。あるのって。でも 特区実一生という科目については、そうではなくて、この過程があるじゃないですか。これ全て特別なんですよ。こんなものはないから。特別法。で、これは大体80、80%ぐらいのウェイトを占めるわけでしょ。だから理系でもできるんですよ。正直言うと。ね。じゃあ、じゃあ僕ら大学で何をやってるかというとこれ2番ですよ、やってるのって。重なってしまってる部分。ここ。これ勉強したんですよ。やるのって。何かというと、登録になった後、財産権です。財産権。で、ちょっとやっぱ違うんですよ。 ちょっと違うでちょっと違うところはまず書いてあるわけです。この部分って。2番っていうところ。書いてある。例えば、あのー、所有権について侵害されましたと、差し止め請求できますとか、損害賠償請求できます。民法に規定があります。すべて。だけど、特許、財産権、登録になりました。特許侵害されました、差し止め請求、損害賠償するんだ。特に損害賠償について一部修正されてるんです。2番っていうところで。それを勉強するっていうところが出てくるのね。2番って。だから、 これ少なくても、あのー、登録になってしまった後のパーツ。2番。ないしは著作権特性競争防止については大学、大学でもこれやるんですよ。あと、院でもやるんですよ。3番これ普通やりません。こんなところって。つまりやりません。特別なんで。2番はこれやるんです。法学部でやるのは2番です。ほぼ。で、正試験もこれ2番出てくるんです。時代法って。3番出てくるわけ,るわけありません。こんなところって。ありません。で、ここやりたいと思ってましたね。2番と3番。 で今の試験ってそうですね論文であるならば3番がのところが大体半分で2番が半分ってことになってますで2番のところはあまりよく分かってないんですね見るとおかしいとはたくさんあります一般は分かっていないからですそれは民法にいればこうなるとしかし産業財産権なので修正されていますこうなるんですって書くんです本当はねそれを勉強してるわけですで多分ね3番は誰の先生に習っても多分同じだと思います2番は違いますここはね まあそういう構成をとります。だから、書いてありますね。引き出し3法は、特別法だと。うん。で、登録前は、完全にこれ特別法です。ないから、これは。すべて特別法これ一方で、設定登録になりました。2番です。これは修正なんです。まあ、修正部分について書いてあるっていうだけです。とこね。あと、下に書いてるかな。2番。特別は一般法を破る。って書いてありまして、特別は一般法を破る。同じように書いてる部分があるんです。 ね、例えば民法にも書いてあって特許にも書いてある箇所ってあります似てるところがあるんですこの場合について特許の社会については特許を適用するんだっていうルールになります第一ルールあと第二ルールが括弧三） 3でしょうかね一般法で処理できる場合は特別法に規定がないってことになります民法の原則にやればこうなるんで当然だって話になります分かりますだからあの特に担当の問題ですかねこれ丸とかバスとかよく問題が出てくるわけですよ 見るるとといいいいや特許に規定がなかからバスだとか書いてる人いるのね間違いではない間違ってるわけではないけど規定がなかったら丸かもしれないしバスかもしれないんですよ本当はこれ分からないんですよでなんで書いてないかといったら民法によるからなんですよで民法こういうことなんでこうなるんだと本当は書くのが妥当なんですそこってまあそれでも普通は説明しないんだと思うんでね分からないからですよそこはねでおかしいなって思うでしょ規定がないところは絶対ありませんそれは一般法によるんだということになってるからです ね、で例えば見ていきましょうかね、あの2番のところですね、特別法は一般法を破る、で少し考えてみたいんですよ。でまず民法、どんな方があのいわゆる、動産とか不動産って共有できるかというこ,れのことを言ってるんですね。どんな方が権利を持つことができるかということを言っています。まず民法です。で対象は動産とか不動産ですよ。ね、1, 1個、試験の共有は出生に,出生に始まると書いたらね、生まれてしまった瞬間、日本人であろうが、 外国人だろうが等しく不動産等の所有権で持つことができるんだと書いてあります。これ一応原則ですよね。でも二項で例外書いてあるわけです。外国人は、日本人ではないね。外国人は法令、または条約の規定によって禁止される場合を除いては知見を共有するって書いてあります。うん。で、これですね、外国人とちょっと違うってことを認めても良いってことで一応書いてあるわけね。民法においても。で、なぜでしょうかね。 例えばね、あのーこう、あの、例えば鉱石の採掘権。日本人だったらまいいかもしれませんけど、外国人が等しく持ってしまったと言ったら、日本資源でなくなりますよ、すべて。制限しても叱るべきでしょってなると思うんですよ、そこはね。あるいは、特許も同様です。特許も同様と,ということになっておりまして、特許については25条で別のルールが書いてあります。こっちが優先なんですよ。ちょっと見てください。25条という規定です。日本国に住所または居所とか読もね。 許書を、有しない外国人は、有しない外国人は、次に該当しなかったら特許を受けることはできませんと書いてあります。簡単に言えばね。で、この一方で、日本人であるならば、等しく特許権で共有できるんですってことを反対解釈で読めるよね。じゃなんでこうなってるんでしょうね。ちなみに。これを考えるわけです。ね。なぜですかね。日本国内に住所給付を有するんだったら、外国人も来る権利を持っても良いんですよ。ただし、 そうではない外国国政の方は持つことは基本的にできませんと書いてあります。なぜですかね特許を取りましたと。日本人だったらその特許内容って日本に通常実施をします。実施をすることによって社会で便宜になりますので産業の進歩発表に寄与するってことになるからです。じゃあ外人どうでしょうかね権利を取りました。日本にいるような外人だったら実施が絶対これしますよ。多分やりますよ。やることによって産業の進歩,進歩発表を図ることが可能になります。 これ一方で、在外者って方がいるのね。国政が日本ではない、日本に住んでいない外国人です。彼だって、特許を取ったら何をします多分実施はしないですよ。権利交渉するんですよ。で、めんどくさいんですよ。それをやることによって、かえって産業の新発展が阻害されてしまいます。だから、ダメだと言ってるんですね。ここは。で、読むんです。読むときって。そういう解釈になります。で、どうなるかって当てはめをやるんです。勉強する場合ね。で、それが、特別は一般法を破るということになります。 だから、そとしてはね、もちろん、今日やっていくのは多分3番のところですよね、ここ。本当の特別法。これ多分中心ですよ。手腕から登録まで、ね。だけど、ここも本当はすごくやりたいんですね。設定登録になった後、どういうふうに修正されてますかっていうところです。あと、著作権不正競争を防止や駆う要うを作るすべて2番です。2番です。民法との修正ということになりますんで、いや民法の否定が分からなかったら、絶対これは分かるはずがないんです。 わかるはずがないんです。まあ、そういった意見を取っているということになります。で、ね、いうことですね。で次8番目条約の勉強と特徴というのが書いてあります。まあここでもこれからね暫時やっていけばこういうことになるのかなとはなんとなくわかると思うんです。問題は条約ですね。これみんな苦手なんですよ条約ってなぜでしょうかね。まず文書は政治ではないって言っているんです。ね、あの国内法ってどう <laughs> 国会議員が作ってるといってね。 自民党と共産党だって最後は妥協するんですよどっかで、ね、どっかで妥協する条件・項目がめちゃくちゃ細かく書いてあるんですよだけど条約はどうでしょうかね国と国の文書の合意ですよ北朝鮮と日本でなかなか合意なんかできることそんなには多分ないと思うんだよねとなると、まあ、できるところだけ合意しときましょうってことになるので極めて荒いんですよ規定がだから分かり難いというのが言ってるんですね分かり難いからよく分からないので嫌いになってしまうっていうのがあるわけでしょ あるいはですよ、えっ、ー、とね、国、あるいは条約って2番に書いてあるように、成文、通常はこれフランス語か英語、最近はスペイン語です。これを外務省で訳すんですよ。訳す。で、役者年度によっても、これおかしいなっていう訳があるんですよ。結構あります。補正とね、あの補充って違ったりするんで、補充補正と保管って違うんです、けど、すべて補充って書いてあるのね、条約上は。これおかしいなと思うんですけど、その時はそうだったっていうだけですよ。でも違うのね。 ここはねまあ、そうなるとなかなか訳は明確ではありませんので嫌になってしまうってこともあるわけね。で条約を見ると「成分読め」って書いてあるけどフランス語なんか読んでいたらいつまでたったって試験終わらないですよ。だから嫌いになってしまうというのはあるんでしょうね。まあ、できれば3番に書いてある通り国内法から条約を見てもらいたいと先ほど申し上げておりますここはね。で具体的にこれ分かってきます。うん、じゃあ次ね条約に体系があるかって言うとやるんです。これは あの実はありますね。あるんだけど、皆さんこれ無作為にやっちゃってるんですよ。これはいけないということになります。無作為ではないんですね。大気は実はこれあります。まずパリが一番中心課題な条約ってことになってます。パリ条約ですね。中心条約です。で、これの中にも大気は実はあるんです。独自主義、内国民待遇、それ以上という規定がありまして、この段階に従ってやっていからないと本体はいけないんです。理屈はこれ全てあるんです。あの、端的に何うな、なだかな、今の条約って、 担当試験試試験験しか出てこないじゃないですかでそこに合うような形で暗記してるだけなんですねで九死の前って論文書いたんですよ全て条約ってそうなるとこれこれこうだからこうなるんだと昔は書いたもんなんですそれがあると具体的に理解できるようになるんですけどねこれ一応説明します2回目ですね条約についてはねでそしてその他の条約については一体どうなっているかという点です、うん パリ条約って一応中心的な条約であることは確かなんですけどあのこれ改正条約の集まりになってますちょっと見ていきましょうかねパリ条約でこういう表題になってるんですパリ条約ってねうんとここうんずっと書いてある改正の集まりなんですねで一番昔の条約といってる原式な条約が 1883年ですね、これ締結されたんです、パリ条約って。明治17年とか16年ですね、パリ。その後、何度か実は改正されてるんですね。改正されてまして、パブ・ブラッセル、パブ・ワ・ヘ・ロ・リスって覚えるんですけど、パブ・ワ・ヘロ・リス、ブラッセル改正会議、ブラッセルで改正されたと、回ね、ブラッセル。から ワシントントですねあとヘーグ、これはロンドン、あとリスボン、であとストックホルム。で、これ一番最初の,あの最,最近の改正条約なんですけどね、ストックホルム。で、ストックホルムが改正になったのが昭和42年です。かなり古いですよね。もう生まれてましたよ。生まれてるけど、ま、だ子供です。すごく小さい頃。 もう約60年近く経って、まだ全然改正されていないんですよね。改正したらいいじゃないと。だって、産業財産権で毎年毎年改正になってるではないですか。時代錯誤になりそうですよね。でもこれ難しいんです。で、改正するに際しては、前回一位ということになってます。前回一全ての同盟国がろ手を挙げて、改正賛成するってやらないと、改正できませんってことになってるんです。 非常に改正、ね、が困難と。改正が困難あ。そこで、パリ19条と実は規定がもう、これあのあ、PC、パリですね、パリ19条と規定がありまして、抜け道が実は作られています。パリ条あ19条。全会一ちこれすべてが同意を上げないと改正はできないというルールになります。 書いてないんですよ。不分率ってことになってます。不分率です。書いてはありません。不分率です、うん。で、すごく難しいっていうところなんで、なかなかずっと改正がないんですよ。でも、産業財産権含めて、毎回毎回改正になっていますよね。もう時代釈放かなとっていうところもありますんで、そこで19条の規定が昔からありまして、抜け道があるわけです。ちょっと見ていきます下に書いてあるよね。同盟国は、この条約の規定に定着しない限り、規定に定着してはいけない。この限り、別に、 総互官で工業所有権の保護に関する特別の取り決めを行う権利を留保を持っていますと言っています別に取り決めをつけても良いと言ってるんですねそれが PCT 特許に関する条約ですよねあとはマドプロ商標に関する条約ですあとはあのジュネーブ衣装に関する条約ですでこれがあるわけですよあとね t r i 協定はこれ全く違う体系になるんですけどもパレ最低限遵守をしましょうとなっておりますんで似てるんですね パリプラスアプローチとい言い方をします。となると、パリって国内法だったら何に当たります一般条約、一般法に近い。この一方で、PCT、マドプロ、ユネーブ、あるいはトリプス協定は、まあ、特別条約に近い、特別条約に近いっていう位置づけを有するのね。で、その体系がないといけないわけですよ。パリだったらこういうことになります。問題点があったんで、PCT はこういう形になっていますって理解するんです。でバトルはマドプロもそうなっております。 なななないいとかかかこれ分からないのね単的にパンパンと条文をやってしまっても実はダメなんですねそこはでこういう体型で見ていくんだぞってことをやりたいと思っていますで体型ってこれ絶対重要ですあるので僕体型大好きなのねあとは条文の位置そこからも解けますこういう規定に位置があるからこそこういうふうに読んでいくんだって実はありますあるのねあとは横の体型とか縦の体型ですね特旗はこう書いてあって石はそうなっていないのなぜかっていううずっとねやってる人が好きなんですね 勉強する上ではね。まあそれをね、ぜひともやってもらいたいかなと思っております。じゃあ、早速、中身に入っていきましょうかね。ここまで一応、オリエンテーションというか、結構重要なことですよ、これ、やったもって。特別法と一般法とかね、特別条約と一般条約、あるいは、条約と国内法の関係、これ絶対必要でありますので、ぜひ頭に入れといてもらいたいと思っております。さあさあじゃあ次ですね。概論終わった後に、この産業財産権。 まあ今日はこれをね、中心にして,してやりたいと思っておりますので、これ見ていこうかなと思っております。まあ、産業財産権は、特許庁主管の法体系だったよね。で、特許法、実用信用法、移証法、あと商標法という体系に基づいてできているものであります。ね。で、先ほど見たように法、法目的ですね。一番の括弧一。法目的は、産業の新ってに寄与することを目的とし、って書いてありました。だけど、商標だけはちょっと違っていましたよね。 商標プラス一般エンドユーザーの保護をするんだというのを書いてありました。ちょっと違うのね。商標だけちょっと違うのかなと思いつつ頭に入れとくんです。ここはね。じゃあ、まず創作散歩。特、実、意。その中心課題である特許から見ていきましょうか。これをやった後で、なぜこういう制度が衣装にはないとか、あるいは実用支援にはないのかって見ていきたいと思っています。これは比較の体系なんですね。じゃあまず特許から見ていきましょうかね。うん。 まず特許の目的条項から見ていきましょうか。まあ、それが下に書いてある中身になります。あの特許ってなんとなくわかるでしょう。発明について保護する体系ですね。発明。技術的思想の創作ですね。レベルが高いもの。これを保護する体系が特許という体系になります。これも発明ということになるんですけどね。うん。で、どういう条件になって、どういう目的条項が書いてあるか、下に書いてある通りなんで見ていきましょうか。 この法律は、発明の保護。じゃ発明って一体何ですかって議論があってれるべきだね。まあこれ後で見ていきましょう。発明の保護で。保護とは一体何でしょうかと。あとは利用。これを図ることによって、発明を奨励し、持って産業の発達に寄与することを目的とするって書いてあります。うん、じゃあ、発明って一体何でしょうね発明。昔はこれなかったんですね。旧法においては。発明とは何かとありませんでした。あるいは、 世界の国を見て,見,て見ていたとしたって、発明とは何かっていう定義を持っている国は極めて少ないんです。これ難しいですからね。発明とは何かというところがね。でも日本法はこれ作ったんですよ。で、これまず見ていきましょうかね。2条1項という条文になります。の定義ですね。で、これは上がっていないので、テキストに寄りましょうね。テキストの、えー、っと、これは12ページっていうところに、発明とはって書いてあると思うんですね。発明とは。これ開けておいてください。 発明を保護、発明を利用することによって産業の発達を図るんだっていう体験になるからね。でまず、発明とは一体何でしょうということになります。えー、二条一項ですね、こう書いてあります。この法律で発明とは、発明とは、自然法則を利用した、これ第一条件ですね、利用した技術的思想の第二条件。うち 高度なものを言うって言ってますね。これを経満たすと発明に該当するって話になりますで。発明じゃなかったら登録になりませんからね。特許にならないということになります。結構実はあるんですよ。これは発明ではないから設定登録の対象になりませんっていうのは結構あります。実務的にはあります。発明性っていうところですね。で、まずテキスト見ていきましょうか。発明とは何だろうかというのが上がっています。一応これ定義ね。で、これを細かく分けたのが テキストの12ページってことになるので、ご覧になってほしいと思います。一つ目、まあ、自然法則を利用したものであること。これを利用したいものについては、特許の対象にはなりません。例えば、ゲームの仕方とかね、保険の、ね、保険のやり方というのは、自然法則を利用しているわけではありませんので、特許の対象にはならないって話になります。これに従いしちゃうならば、え絶、ー、になってしまうと。設定努力にはならないということになります。あるいは二つ目、技術的質問の操作、性であること。 思想って一応抽象的な概念だけど技術と言ってるんで客観的に伝達できないものはダメだってことになりますここはね客観性がある程度ないとダメなんですよねここはねあと3つ目で作ったもの創作したものじゃなかったらいけないということになります創作物ですねじゃなければいけないということになりますそして高度性がなかったらいけないということになっておりますレベルが低いものについては基本的には特許の対象外ってことになりますからね こういうものを持って、一応発明と言っていくわけです。で、13ページに上がっているものは、発明の分類というのが書いてありまして、これ、3つに分かれるんです。ここ内、ね、法って。ものの発明。これ一番最強です。功力的には。これ分けることによって、コールが違うんです。だからこれ分けてるんです。ものの発明。これ一番最強です。二乗三項。一号っていうところによります。は実はできます。これに該当すれば。 あと、二つ目。単純方法の発明。例えば、物の,の発明がメロンパンとしましょう。メロンパン。今のなかったものについて作ったんですね。メロンパン。で、単純方法の発明については、メロンパンの検査方法ってことになれば、これに該当します。これ最弱です。弱いです。効果的には極めて弱いです。で、次。物を生産する方法の発明。これ次にまあ強いと。対しては次に弱いということになるんでしょうかね。うん。二番目に強いということになります。 メロンパンの製法です。メロンパンの製法です。これによって雇用化は違ってくるんだぞってことになるので、どれを取るかっていうところは結構難しいということになります。ねまあ、一番強いものはも,もちろん物でありますんで、物を取ればってことになるでしょうけど、なかなか登録しがたいってこともあったりしますんで、どれを取るかと。まあ、これはいろと先生に聞いて、やるしかないってことになるでしょうね。うんまあ、これ一応発明ということになります。じゃあ、特許ってどういう形で保護する形になってるんだろうかという点ですね。 で一章に書いてあるように、発明の保護、あと利用を図ることによって、二つのバランスがあるわけですよ。パーツパーツが。発明の保護をすることによって、産業って進歩発展する。あるいは、発明を利用することによって進歩発展するって一応書いてあるわけです。二つあるわけね。ファクターとしては。じゃあ一体これ何かっていう点です。で、まず、発明の保護っていう点から見ていきましょうか。二つに分けましょうね。で、最後はバランスだって持っていくんですけども、まずはそれぞれのファクターを見ていきましょう。 発明の保護。例えばこれ一体何でしょうかといったら出産、えー、を行って権利を与えて設定努力になるならば特許って独占配達権だってことになります。それが確か実施ができないってことになるのでどうなりますかね。あのー、この権利をめぐる、この権利を取るたびいろんなことを改良する、発展するってことになるでしょ。そうなると。かえー、って社会って新発展することになりませんかってなるわけです。まあ、これ一番強い保護ってことになるでしょうね。 でこの一方で利用です利用とは一体何かというとこれ9ページに上がってるかと思うんですね9ページ出願をしましたとで出願をすることによって1年むつき経過をしましたとパカッと内容って分かるんですよこういう内容で彼は出願していたんだってこれ分かりますこれ公開と言います公開でこれを見ることによってああこの点って問題があったんでさらに改良しようという契機になるんですねでこれによってまた心拍点を促すことができるってことになったりします あるいは一定期間経過しちゃうならば、権利が満了ということになりますので、そこからは誰でも実施してもよいということになるので、これも一応利用の側面ということになっていたりします。これ、うまく使うということですね。だから、天秤って絶対頭に入れてもらいたいんです。答案でもそうです。裁判官ってもう頭決まってましたね。 特許で言ってんのは、保護っていうパーツと利用というパーツがまずありますと。この保護というパーツと利用というパーツがちょうど天秤の真ん中にあることが一番いいと言ってるわけですよ。これが一番産業って進歩発展するんだということを言ってます。進歩発展すると。こうなるように裁判官って判決通を通常書くんです。あるいは審判官もそう。で、この一方で逆はいけないんですよ。 例えばこれ。ほぐ重くて、利用が薄い。今、特許って何年でしたっけ出願から20年ってことになってます。じゃあ、出願から100年だったらどうですかね出願から100年。どうしましょう。これ、そういう状況ですよね。上は出願から20年。周期ね。この状態が今、一番いいと言ってるわけでしょ 条文、そう書いてありますので、じゃあ、出願から100年という体系を取ったと。100年。保護は暑いですよ。暑いけど、ずっと昔にあった技術がいまだにあるということになるんで、何やったって信頼でるしこれ、やってしまったら。かえって産業界にとってはマイナスということになりかねませんということになります。当然ね。じゃあ、逆はどうですかね、逆。保護ではなくて、保護は出願から1年とすると入方法です。1年。 逆に利用が重くなってしまって報告が薄くなるんですね。存続期間は出願から1年としましょうと。誰も発明者って一生懸命作ろうと思わなくなりませんいやこんなでしょって。さらに出願ってしなくなると思うんですよ。彼出してベルシーに頼んでもらって出願者としたって1年間しか独占権ないんだと言ったらやらなくなりませんかね やらないって話になると、公開の件数減りますよ、ガンと。公開することによって、問題点発見して改良するんではないんですかで、これによって、審判って促すっていう構成を取ってるのに、それはなくなってしまうってことになります。これはかえってまたまずいわけですよ。で、従って、このバランスを取るんだっていうのがポイントになりますよね。うん。だけど、我々ね、あのー、通常、母子原告さんの残にだったら、どっちを主張します普通は。こっちですよ、やのって。 多分こういう形式で言ってるんですよ。間違いなく。原告代理人っていうことになるならば、厚く保護をしろというふうに決まっています。バランス変えていて説得だけないじゃないですか。どうしますこの場合って。理屈をつけるしかないですよね。一見するとこう見えるかもしれないけどって言うんですよ。無体財産でめちゃくちゃ弱いから保護厚くしないと均等にはなりませんいうしかもないんですよ。で、これを説明するわけですよ。言うときって。でも、判決は全部そう言って主張しています。じゃないとおかしいことになってるからです。それを回答にも変えてもらいたいんです。 バランスという点です言ってること分かります上が審判官とか裁判官の頭なんです。特権もこれなんです。だけど、こういうことってあるでしょと言ってるの。通常であるならば、原告代理人、何を主張するかと言ったら、通常こっちですよ、形式上見たら、絶対に。まあ、それはうんと言ってくれないに決まってる、裁判官って。でも言うしかないんですよ。この場について、他の有体財産と違って、無体財産って脆いんですよ。すぐ侵害者されません で同時差的に侵害って起こるってことになりませんこれ、U タイプスじゃないですか。侵害症したといってと、一個しか侵害で生じないんですよ。で、無体財産って世界にこうに、ふうに浮いてるんで、同一冊的に侵害って起こり得るのね。で、まだ誰がやってるかって分かり難いんですよ。立証が極めて難しい。したがって、保護がくしないとバランスが取れませんっていうしかないんですよ。で、逆の場合、こっちになりますね、市長って。それもうまく説明するしかないということになります。 まあそれ常に頭に入れて論文を書くわけです。本当はね。いつもそう。じゃないと、なかなか裁判官、うんと絶対これは言わないはずです。こんな点名を頭に入れてもらいたいのね。これ一番使う点って、まあ、論文式試験はね、今そういう試験ではなくなってしまってるんで、あんまり書かなくてもいいんですけど、特に担当式試験、これなんですよ。担当はこの頭に入れるんです。いや、丸になっちゃうとこうなるな。間違いなんですよ。でバチにやっちゃうとこうなるなと言って、これ間違いであって、じゃあ他の足を見ようかなと言ってみていくのね。 で、こうなる足が一番正しいに決まってるの。適当にやってはいけないんですね。一番担当式試験は、あの、パッと十分分かったらそれで言わればいいんです。あ、難情難航だ。丸。でいいんですよ。分からなかった。次、種子から解くしかもうないんです。適当にやってはいけないから。新規制とはこれこれこういう種子なんで、これ規定を丸にしちゃうと、種子から戻るなってことになると、通常罰なんですよ。これ間違いがないのね。あるいは、最後は、この日度のバランスを持ってくるしかないんですもん。どう見たって。この3つから解くんです。 あとは、できなかった場合については、これ、文章が少しおかしいなっていうとこで持っていくしかないんですよ。それでもできなかった場合は、適当につけるしかないのね、担当って。まあ、そうなってもらいたくないわけですよ。1番、2番、3番の順番ですね。まずは条文。そして趣旨。できなかった場合は、1条に入ってバランス。そこで分かんなかった場合については、文章の表現の稚説さったんですよ。絶対これおかしいとこと合んですよ、見ると。それを解くと。 で、そこでもダメだっていう問題は通常ありませんので、大体これ分かります。ね。1年ぐらいしか勉強、あの、二、三回しか勉強したかったらそういうことあるかもしれませんけど、1年ぐらいやってれば絶対このどれ,どれかにかかっては解けるはずですよ。適当ではなくなるはずなんです。試験問題ってね。そうできてるということになります。じゃあ、制度について少し見ていきましょうかね。9ページ見てください。ここから説明していきましょうね。特許。どうなってるかと。 まず僕は発明しましたと。私は発明者ってことになりますね。発明者。じゃあ発明者になったらすぐ特許権って与えることができるでしょうかというと、そうはなっておりません。発明と同時に特許を受ける権利って発生するんです。特許を受ける権利ということが発生します。特許権ではないんですよ。特許を受ける権利というのが発生します。えー、っと、ここね。発明をしました。そうすると発明者には、特許 特許を受ける権利と発生します発明者ないしは創作者に特許を受ける権利って原子規則をするってことになりますで彼が特許出願ってするんですね特許出願をしますじゃ特許出願どんな書面っているんでしょうかという書いてあるのがちょっと,、えー、とこっちのテキストになるんですけども14ページ とといううころに気を上がってるかと思うんですよ例えば、願書。書式的な事項だよね。ここ。出願人誰々、発明の名称何々って書いて出願するんです。願書。願書。まずこれを作ります。そして、次、明細書。15ページ。明細書。これ具体的に発明の内容を明確かつ詳細に書いた書面なので、明細書って言います。すごくこれ長いんですね。 明細書、明細書、で、次、特許請求の範囲。名細書の内容を少し要約したようなものですね。まあ、これが審査対象であって、権利範囲であります。これは特許請求の範囲と言ってきます。下ですね。特許請求の範囲。特許請求の範囲。で、さらに、えー、と必要だったら図面出せということになっているわけね。必要な図面。 必要だったら図面出してください。だから必要性があったら出してください。必須添付書面ではありません。必要だったら出してくれませんかという図面ですね。出すと。で、さらにサマリ、これ要約書と言います。だから僕は特許見るときは大体要約書から見て、次図面見てからクレームを見て、その後明細書って見ていきます。 特許のプロの方は多分分かるんでしょうけども僕はそうではありませんのでまず技術文献を見るときここから見ていきます要約書を見て図面を見てあこういうことなんだなってまず分かった上でその後クレームを見てそれから明細書と、まあ、通常そうじゃないのかもしれませんけど僕はそうやって見ていきますね見ルバイ分かりませんのでなかなかでそういう書面出すということになります、まあ、この書き方ですね特に特許請求の範囲あとは明細書この書き方がいい悪いかによって 特許になったり、仮に特許になったも狭くなってしまったりってこと、変わってしまいます。これ一応、弁理者の仕事ってことになりますんで、あの、権利を作るって仕事を皆さんやるんですね。特に理科系の方です。権利を作るというパーツを担うってことになります。そこはね。で、これ、質問を行うってことになりますよね。この書面出して。書面は、願名め、せをとよっね。願名め、せを願書明細書請求の範囲、必要な図面と、要約書ということになります。要約書はサマリーということになります。 顔面成長ですで。これを出すわけです出すと自動的に方式審査ってかかります方式要件料金ちゃんと払っているのかなあるいは一定の要件満たしているのかな方式ですよあるいは、えー、と未成年者が単独に出願されていないのかなって見たりするわけです子供ってねあの適当なことをやるかもしれないじゃないですかかえってその本人にとっては不利益になってしまいますんでダメってことになってるんですねここはねどうしてもダメですよく担当に出てくるんだよ あのこういう契約って、未成年者でも同意をする、親から同意をやるならば、できますってことになってるんです、民法上は。やってもいいんです。でも特許はだめなんです。同意しようが、なんでやろうが。なんいうか分かります一般の契約関係については、同意さえ与えたらやってもいいんですよ、未成年者って。関係ないと、すれば。だけど、特許とかっていう手続き関係はだめなんですよ、やっても。これ無効です、やってしまっても。よく担当試験に出てくるとね、じゃあ、なんでですかという回答を書いてあると見たことはないけど、それとこれ勉強するわけですよ。なぜですかね。 一回こっきりか手が続くかってうところが違うんですよ。こういうね、契約をね、申し込むときって、一回こっきりでしょ親がいいと言ったら問題は基本的にないんですその後って。でも手続きって手が続くんですよ。いいと言ったらその後ずっと続くんで分からないんですよ。だからダメっていう構成を取るんです。分かりますかね一回こっきりの契約等についてはそこで終わるんです。親がいいと言ったらいいじゃないですか、別に。これ買ってもいいよと言ったら。だけど、手が続く手続き。民生もしっかり、特許もしっかり手が続くんです。だから手続きと言います。 この説がいいとしたって次応答しなきゃいけないってめんどくさいことあるじゃないですか。わからないんですよ。だからダメなんですよ。やってはいけない。というのは担当試験に出てくるのね。よく。でもそれ、回答を見たことは実はありません。そう書いてあるからっていうだけで、いや、そうじゃなくて理屈が全部あるんです。民主党もそうなっています。無効だと。なっています。民主党じ無効。で、民法じゃ有効です。同じです。僕もね。同じと。ということになっていたりします。ね。で、それをまず見るわけです。公式審査ってのを見ていく。 見ていって問題ないとしましまょう問題ないならば次、えー、と公開ってそれされちゃうのね1年無月出すならばタップその内容はあの自動的に解除されてしまいます公開されますあと出願の審査請求でありまして出願の日から3年以内の間に請求をするんですこれを条件として立体審査に入るってことになってるのね特許はでもなんででしょうかねだってお金を出して出願やってる以上は審査をしてくれってことじゃないんですか これを条件としてなかったら実態者はならないんですよ。特許はです。特許です。でも審査請求をしないと、この後やっていくような新規性とか信法性とかっていう要件はこれ見ないんです。特許は。でも他の法制は見るんです。それは普通ではないですか。だって、お金を出してですよ。お金を出して、すがまく行為までやってるんですよ。だったら審査をしてくれって意思表示ではないんですか、普通だったら。だけど特許については、審査請求をしなければ、これメタボリュメタ金額が高いんですよ。 料金としては十数万かかります一あるとこれを条件としてからやれば実態審査見てはいけないということになってるわけですよ。なぜかなって思いませんちなみに衣装とか商標、審査主義になってますけど、これはこの条件はいりません。自動的にされます。なんで違うのかなって普通当然ですよね。少し考えてみましょうね、あとでね。で、これを条件としたってことになると、実態審査に入ります。新規性があるのかな。 進歩性があるのかなって見ていったりするんです。まあ、今日やらないけど新規制度は何かって言うとね、新しいってことです。進歩性は少し難しいって言ったんですね。見たりするんです。で、実態申請があって、問題があった場合については、決例通知でやっていきます。で、行政庁の、行政の中では、これ、覚えてね。行政処分っていうか、ね、行政庁においては、行政の世界においては、 不利益な処分をする場合、不利益な処分をする場合、行政の原則なんですけど、不利益な処分をする場合、処分をする場合、決裂をするって、これ、不利益な処分ではないですかね。で特許をちと行政がやるので、これ当たりますよね。不利益な処分をする場合、必ず告知,知らしる、知らしめる、あと、聴聞、意見を聞くんです。しなければいけないということになっています。聴聞。 縄文ってこれいいのかな縄文。縄文。しなければいけない。しなければいけないんです、これ。いけない。ってなってます。これ一応原則です。不利益な行政処分をするんだ行政庁が、この場合必ず告知呪文に関与を与えなかったらいけないってことになってます。で、今、審査をしたんですね。で、審査をした結果として、いや、これまずいんじゃないっていうのがあったわけですよ。 どうなりますかというと、クスリー通知がやってくるということになっています。クスリー通知。でそれもクスリー通知はですね、50条でありまして、こう書いてあります、見ると。50条。特許法の50条でありまして、よく担当式試験出てくるんですけどね、50条。これも常識にしてしまってくださいね。 えと見にくいですね審査官は、決定をすべきの査定をしようと,するときは、査定って審査官という行政官の最終処分です。さて、2つあるので、登録されて、拒否されて、2つあります。査定をしようとするときは、被災人に対し、決査の理由を通知をし、これ、えー、と告知でしょ、通知をし、で相当に関して、意見書の提出をする機会を与えなかったらいけない。できるではないんです、これ。しなければいけない。 国知長民にから与えなかったらいけないから、こういうことをやっています。行政法の原則です、これは。とにく担当自作のをしなければいけないんじゃなくて、できるんですかと聞くんです。そうではない。これは当たり前です。行政法の原則であるので、当然だと言って答えます。ここはね。そうなっているんです。で、意見を聞いて、えっ、ー、と、理由を通知して意見を聞かなかったらいけないと,ということになっておりますので、聞くんですね。 で、これに対して反論する証明のことを意見書と言います。意見書を出し反論さえ、反論が認めることができるならば、この後、特許査定をしますよってことになるわけです。特許査定。あ問題がないということですね。で、この後料金の方、を条件として設定努力されて、そこから特許権達成するんです。そこから特許権発生するんです。で、その内容について、公示がされるんですね。掲載購入で公示ということになります。公示がされます。 特許って誰に対しても権利行使ができますんで、万人に対してこれ示すんです。誰がいつまでこういうものを持っているかと示さないと危ないんですね。工事をする。これを広報掲載と言っていきます。で、一定期間経過すると満了になっちゃうんだってことになってるんですけどね。これが一応中身になるんです。うん。さてさてね、ポイントに書いてある通り、なぜ審査請求は特許しかないんでしょうかと言っ点んです。 通常であるならば、あのー、料金払って出願してるんだったら、当然審査をするってことになるんじゃないですかね。だけど、特許しかこれはないと、ってことになってるわけです。でちなみにね、特許も昭和45年改正までは、公議制度はありませんでした。通常よりやっていたんです。45年くらいは境に、出願検査が必だけ増えちゃったのね。増えたと。あと、ン例でわかりますかね。インデ。例。ースに持ってくるイン例です。それが、極めて難しくなったのね。 じゃあ全権審査のらしになるととてもじゃないけどこれ処理が遅くなっちゃうんですよ。でニス内容って結構複雑でしょ気象商標ってそんなことは多分ないと思うんですよ。見た瞬間は分かりますからパッと。ね、でも特許はそうではない。45年ぐらいは境として検査がめちゃくちゃ増えた。印税が高度が複雑化したことによって全権審査はこれ極めて難しくなった。さらに言うならば当時って特許審査っほぼ防衛室なんですよ。やっていたのって。たくさんあったんですよ。 自分で使うんじゃなくて他の会社に取られたくないから、分がやっていたものがたくさんあったのね。じゃあ、ちゃんとした精査したものについて見てもらいましょうって変わったんですね。そこだけ。でも他の方針については、そうではなかったからこれがないということになっています。去年は大体特許の概要になりますけどね。特許の概要ということになります、ね。でこれに対して実用支援があるんですけども、ほぼこれ昔まで同じでした。平成5年まで同じでした。でも、改正になったんですね。5年改正によって変わったと。 ということになります簡単に言うならば、この実態審査という書をなくしてしまったということになります。ここね。実態審査という手をなくしてしまった。どうしてですかというと、実用試案って、かなり陳腐なものなのね。ライフサイクル短いんですよ。ライフサイクル短い。まあ、そうなると、そうですね、とてもじゃないけど、実態審査をやってしまうと、登録になった時にもうなくなってしまってるってものがたくさんあるわけです。よくないだろうと。そこで なくしてしまったものを実用支援と言っているんですけども、細かい点はちょっと休憩しかがらやりましょうかね。うん、ただ最近増えているんで、実用支援って一貫下がって毎年毎年下がっていたんですよ実用支援って。なんで増えたんでしょうね。これですねこれマスク事業です。コロナになってこれがすごくね売れたんですよ。でみんな出願するわけですよどうせ五年も六年も行かないだろうと思ったのね。まあ、実用支援だとそれレベル低いじゃないですか。で件数増えたんですよ。 ね、今でもそうかもしれません。増えたんですよ。マスク需要の要請によってと書いてありましたね。確かにそうでしょうね。ここはね。で、実用支援、すごく面白い法制なので、休憩後、ちょっと見ていきましょうかね。で、論文出てくる、めちゃくちゃこれ難しいです。難問です。超難問。出たら。でも出ない。最近、全く出ないけど、出たら難しいという科目になります。では、10分休憩して、続きをやっていきましょうかね。では、10分間休憩をしたいと思います。では、休憩しましょう。 じゃあ、考案始めていきましょうね。まあ、実用試案まで入ったところで、ちょうどね、休憩ということになったんで、まあ、実用試案やっていきましょうか。で、5年改正によって、無審査登録主義と変わって、まあ、実態主義のパーツがなくなってしまってるんですね。なくなったと。でも、これによっていろんな問題があるので、これ実際上、労務式試験に出ると、極めてこれ難しいんです。で、旧試験、これめちゃめちゃ難しくてですね、あの、この言葉入ってるからこそ、こういうふうに解釈するんだっていうのは結構ありました。でも、最近出てこないので、ただ、どうなんでしょうかね。 あの時間がすごく減ってしまったんで、出題されませんでしたっていうことはあるのかもしれませんけど、今実際上使ってるんでね、実用支援って。で、また少し制度を改正しましょうってこともあるみたいなので、これ分からないけどね、今後ね。でも面白い制度であることは確かですね。実態申請をしなくても権利を与えるという構成を取っているんで、産業再生は極めて珍しいという構成を取ります。で、なぜ変わったのでしょうかというと、これ、そうですね。 うーんとね、まず対象をこれ見ていきましょうか。実用新案ってどういう対象について予護をするのか。こ対象は一応公案ということになっているんですけど、えー、こう書いてあります。公案。規格対象ですね特許の。特許の対象が発明。発明とは高度なものを言うって書いてありません。似てますよね。定義が。で、この一方で公案。公案とは高度性が一応書いておりません。ほぼ同じなんだけど、高度かどうかっていうのは違うんですね。 さらに言うならば、特許の場合については、一条。単なる、えー、と、発明って書いてあるだけですね。発明。で、この一方で、実用者の一条、公案とは一体何かというと、形容詞が付いてまして、ね、物品の形状構造を持たない組み合わせにかかる公案と言ってるんで、物品の形状構造等じゃないと、公案とはならないってことになります。だから、方法の公案ってないんですね。あと、形状等ではない公案ってないんですよ。物質です。 これは特許の対象になるだけでありまして、自治用支援の保護対象になっておりません。特こはね。まあ、それはレベルが通常高いからってことになっているので、それは特許でやれという構成をとります。まあ、簡単にいいですか、ね、これが自用支援の対象になるということになります。ね、となると、実体審査をすると、まずいってことになりそうですね。結構時間かかりますから。昔は同じようにあったんですよ。審、ま、査、あ、請求制度もあって、公開制度もあって、同じようにやっておりました。 だけど、なかなかね、それはライフサイクルで短い技術について、迅速かつ適切に保護はできないんだってことによって、5年改正によって抜本的に変わってしまったということになります。ねまあ、その流れが書いてあるところが、デジメの10ページに上がっているんですよね。11ページ。10ページか。10ページに上がっていますよね。ここね。うん。まず、講話もしますと。講話をすると、実用支援登録を受ける権利って発生するんですね。 ここね。特許の場合は、特許を受ける権利と言っておりました。それから、自用支援の場合は、実用支援の登録を受ける権利って発生するんです。この方が質問を行います。質問。ただし、特許と違って、図面は必須添付書面ということになっております。あの、ちょっとこれ、見ていきたいと思ってるんですけど、特許の場合は、質問書面って、願名め、せ用でした。願書、明細書、請求の範囲、あと、必要な図面と要約書のね、願ん、め、せ で、図面については非ステ付書面ではないんです。だって、あの、物質って図面書けますかというと絶対ではないからね。あれ方法を通って物質で図面書けますかというと絶対ではないってことになるからです。この一方で、実用試援の考案って、物品の形状等にかかるものって書いてありますんで、書けるんだよね、絶対に。書けるし、書いたが分かりやすいっていうのがあるわけです。そこで、両文の規定ちょっと違っておりましてね。出すに際して、うんと、 見ていきましょうね。特許は36条のところに一応規定がありまして、こう書いてあります。まず特許。願書には、明細書、請求の範囲から必要な図面、これ必要だと言ってるよね。必要だったら出してくれというのは特許の図面の話になります。あと、要約書を添付して、出願しなければいけないと書いてありますね。で、この一方で実用試案、どうでしょうかというと、この下になります。 実用支案であれば5条の2号っていう規定になります。こう書いてありまして、明細最初、実用支案登録請求の範囲、図面と言ってるので必要なって書いていないんです。必須添付書面なんだよね。絶対出せってことになっております。それさっき言ったように、図地が絶対できる。物品の形状構造にかかるものでありますんで、図地が絶対できるわけですよ。で、さらに、やるとや結構容易に把握しやすいってことがあるので、えー、図面に書いてくれということになっております。 で、これを基づいて、質眼点を行うんですね。質際を行うと、何をするかというと、方式審査。まあ、これはやります。一応、書面出しますんで、報酬要件については一応、チェックをするんです。例えば、料金ちゃんと払ってるかとかね、あるいは、一定の方式に従って、書面ちゃんと書いてるかっていう点ですね。あと、未成年者は、えー、単独ですがやっていないかっていう点等について、チェックをいたすわけです。よ。でも、実態審査はない。ただ、これに代わってやるのが、ここ。 書いてないから。基礎的要件の審査って書いてあります。基礎的要件の審査ですね。なぜこんなことをやるのかなって普通思いませんだって、早く権利化したいんでしょ早く権利化したいんであるならば、まあ、正式点、書式面については審査をするのは分かりますよ。方式要件。書面出しますからね。だけど、基礎的要件の審査って、やんなくてもいいのかなっていう感じを受けると思うんですよ。でもこれやることになってんのね。 論文に昔聞かれました。なぜやるのかと書けということです。理屈があるわけですよ。うん。要請当初早く登録にしたい。だったらしなくても良いんじゃないってことがあります。で、その一方で、産業財産権って、絶対的独占権って分かりますかね誰に対しても権利腰ができるんです。たまたま同じものを作ってしまった場合についても、侵害っていうことができるんです。だったら、登録になった後、向上するってことは絶対条件なんです。工事。設定登録になった後、広報形成がされます。 必ず。これ書いていないんだけど、設定努力になった後、広報契がされます。実用新案掲載広報ってことになって、これによって工事がされるんです。で、工事がされる以上は、工事の手って書くんだけど、体ね、手がないと、まずいんでしょってことになるわけです。で、そこで、書籍用語の審査ってやってるんですね。まあ、どっちかというと、方式に近いものなんですけど、ちょっと違ったものをやるってことになります。一応、ポイントですよね。で、これさえ通過するならば、 設定登録になるんんだってことなななりますす料金払う必要性がないんですなぜかというと、同時に仕と同時に払っちゃってるからです。必用診案って。まあ、審査をしないから絶対、設定登録になるでしょう。基本的には。時間がもったいないから、もう料金先に払ってしまってるんです。ですぐ、登録になるってことになりますからね。登録査定っていう概念はありません。まあ、設定登録になって、そして、存続期間はずっと10年間あるということになります。仕事から10年ですね。 昔は6年だったんですけど6年は非人気だったので10年に改正しました平成10年改正によって改正されたということになってるんですねさてここでいくつか問題となってくるところがあるんですけどもじゃあ実用試案って実態審査をしないで権利を与えるんですよねそれも独占配達権ですうん僕はいいかもしれません権利を取ったっていう以上はでもね今同じようなことをやってる方がいらっしゃるんですよでそれに対して僕は権利交渉をするってことをやりますよね 権利を持っているんだったら、やめろと。でも、それって、乱用にはなりませんかっていう疑問,が疑問があるわけです。乱用。通常の審査をするんだったら、絶対に登録にならないものについて、設定登録になってしまっているわけですよ。となると、乱用的な権利行使になるんじゃないってことがあるわけです。じゃあ、どうしたらいいんでしょうね。実態審査をしてるわけではない。だけど、権利一応権、権利は与えられていて、同じことをやってる方がいらっしゃるんですよ。 僕じゃ独占配達権を持ってるわけでしょ産業財産権でありますから、独占配達権を持つんだ。ゃ権利行使をしたい。でもやってしまうと、乱用的な権利行使になりませんかっていうと、なるかもしれませんよね。じゃあどうしたらいいかというと、これ、請求するって形になっています。で、これが、10ページの丸一な、丸二っていうことになりますね。丸二教科書と。これを取ってこいっていうことになっています。あの、特許者に対して、公的鑑定書を取ってくるんです。公的鑑定書です。 実際上あの実態審査ではないんだけど公的鑑定書を取ってこいということになっていますでもちろん全ての,あの亀裂流等に該当するものについてやってるわけではありません3条1項3項3条2項と線香岩と拡大線が4つこの事故についてだけ一応チェックをしましょうということになっておりましてそこだけ一応一定の、ね、判断を示すということになってるんですただこれによって査定をやってるわけではありませんので結構いい加減ですよそこは でもこれ取ってくることによって評価は出るわけです。税か非かってことね。税か非か。問題ないのかあるかって、税か非かってことね。でて、通常出だったら多分権利行使をしますよね。おそらく問題がないと思うんだ。だったら権利行使をしよう。相手だってこれを見せることによってやめちゃうってことあるじゃないですか。この一方で非っていう場合は、いや、実質権利行使をするのやめようかなってそう思うでしょ。これによって乱用的な権利行使が 防止ができるるんだってことになるわけねあのよくね今みたいに書いていないんですよ。評価書を取っっててるここととによって乱用的ながが防ぐことができますすってて書いてあるんですでもそれって少し飛んでますよね。うん、これを条件とすることによって辞める人もいる一方でじゃあ問題がなかったらやろうってことになるので「来業的な権利行使が防ぐんだ」ってことを書くべきなのね。評価書を取ってくることによって来業的な権利行使が防げれるっていう関係性は普通はあまりないと思うんですよ。 それを見ることによって、どういう判断をするかによって、それ、それ、そういうことになるんだっていうことになるのねここはね。まあ、それは教科書という制度になります。ね。あと、3番に書いてあるように、無審者登録主義だってことになります。無審者登録主義。まあ、実態審査をしなくっても、権利を与えるという構成を取るということになっていきます。ね。まあ、これがポイントになるところでしょうかね。うん ま、それに書いてあるとか、実用深夜のところのテキストだと24から25、ないしは26でしょうかね。そこにいろいろ書いてあったりします。ただ分かるところと分かんないところがあるからね。今の段階においてはね。で、存続期間は、えー、っと、存続期間の周期は、出願から10年間ってことで短いです。結構短い。まあ、特許は出願から20年間もありますんで、結構長いってことになるけど、 ただからの場合って3年単位で料金に収めるんで通常 9. 点数年ぐらいです長,長,長,長くてもねだったらあんまり実は変わらなかったりするんですね今12年ぐらいかな昔は9.6年と言って言いましたけど今10年ぐらいですよ10年ちょっとだからどっちがいいんですかと言われちゃうとちょっと困りますけどねただから試験はこれ明確に書いてあるんで、えー、まあライフサイクル短いと言ったら通常実用深夜 長いいいんんだったら東京とれいいと言ば思うんですけどねあの僕らの頃今と今違うんですよ僕らの頃って実用新案という科目があったのねある対象について権利を取りたいんだあなたはどうしますか実用新案法って問題だったら当然実用新案でって書くに決まってるじゃないですか今特実という科目なのでそれは自分で考えるしかもうないんですねそこはこれこれこういうことになってるんでこうだと言ってくれないと駄目ということになると思うんですね。 ここはねまあ、今の方が難しいと思いますけどね。こういうものが出てしまったらというところになります。ただ、独特な問題が結構ありますので、実用試合は難しいということになります。で、次ですかね。衣装を少し見ていきましょうか。まあ、実用試合はこんなところでいいですよ。ほぼ出てこないから、試験的にはね。で、次、衣装というのがありまして、衣装はデザインです。デザイン。さて、デザインについて、試算を行って権利化されましたと。 じゃあこれって産業アタにどうやって結びつくんでしょうかって議論があるわけです。これは一番最大の議論なのね。あの特許とわかるじゃないですか。新しいものが出願されました。公開されます。公開することを条件として利用ってするんでしょ新しいものをまた生み出す契機になりますよね。で、さらに設定努力になりました。設定努力する前提として相当金かけて技術って開発してるわけですよ。 設定努力になって独占権発生したってことになると絶対実施ってしますよ。今まで100歳走っていた、えー、と電車新幹線ができる前だったら多分、えー、と新大阪って6時間ぐらいかかったんではないですかね。今 2. ちょっとでしょ生活圏内ですよ通勤圏内といっても過言ではないね。これやつ全然変わったわけですよ物流から人流から全部変わった。 そうなることによって産業って進発展しませんかというと発展してるわけですよ。わかりやすい。じゃあ衣装ってどういうことになるんでしょうかね。衣装。衣装ね。で、基本的に公開制度はありません。後にやりますけど。で、登録になった後、もちろん掲載項は出ます。まあ、出るんだけど、これを見て利用しようっていう側面ってありますかね。デザインって趣味感じゃないですか。ある程度。あの、いつも聞いてるんですけど、銀閣寺と金閣寺はどっちがよろしいでしょうかということです。 金閣寺はカビでしょでもそれってずっと前ですよねもっと三代将軍足利義満の時代ですよねで銀閣寺八代将軍義政の時代でしょ改良していいことになったかって言われちゃうとうーんってなりません単なる趣味感なんですよそれって利用しましょうっていう側面があの今はあると言いますよ昔はあまりなかったと言ってますないと、うん、そんなことは全然今はないんですけどねブランド化ってやったりするんで現在はね ある一点のデザインを、えー、起点としてブランド化していくんだっていう機を,を使っていったりするのでそういうことはないんですけれども昔々はそうではなかったっていうのは一般的な原則なんですねでさらに衣装,衣装を作ることによってなんか産業で進歩発展します、ね、エンジンのように1 0 0キロから5 0 0キロに変わった分流分物流から人流全部変わったっていったら産業界って進歩発展っていうじゃないですかでも所詮デザインでしょ これによってなぜ産業界って新発展するんでしょうねこれ一応大問題なわけですよ。衣装の目的。うん。って考えるわけですよ。さてさて、どういうふうにこれ分かれるんでしょうね。衣装ってどんな法制でしたっけ僕は真ん中って言わなかったでしたっけ真ん中。えと、こんな感じですよね。これ。創作法特許の協業法商標の真ん中あたりにあるのが衣装だってイメージね。衣装だ。 ただ、どっちかというと、こっきりに実は寄ってます。特に寄ってます。寄ってます。創作法であることは確かだから、衣装って。創作法ですよ、衣装って。どっちかというと、こっちに寄ってます。あの、よく接中という説があるけど、真ん中ではないのよ。どっちかに寄ってるんです。普通、接中という説は。学説って。わかります真ん中という説はないんです。A という見解と、B という見解があります。あと、接中という説があるでしょ。接中ないしは中間説。よくあるわけですよ。でも、中間説って真ん中では普通ないんです。どっちかに寄ってるんです。 どっちか一方を取ってしまうと妥当性をかけてしまうので、この見解を少し修正しましょうと思ってくるんですよ。意思はどっちかというと、こっちによっています。捜作法に寄っ,っています。でも一応、真ん中にあるという形で一つ考えてみましょうかね。意思あることによって、なぜ産業界って進歩発展するんでしょうか。いくつか見解ってあるかと思うんですよね。見るとね。まず、こっちに近いという立場だったらどうします商標に近い。 商品を保護することによってなぜ産業界って進歩発展するんでしょうかね。だし事業者ってなぜ問題ないってことになるんでしょうかというところです。うん、あの、名前ってさ、簡単にパクれません、まあ、今度ね、なんか4月から、えー、っと新しい弁護士を問題にした,問題したなんかでドラマがあるんでしょって聞いてますけど。これからブームになるといいですよね。知財部の方や弁護士の方がいらっしゃってって、なんかそのストーリーらしいですよ。 出してもらえたりですね <laughs> 僕の監視は来てません全然ね来てないけどい,やいいことだよなと思ってますけどねまあ協会あげて今あの皆さん喜んでる状況ですけど、まあ、いい状況ですよこういうねあのどっちかというと下の方の下っちゃいけないけどあまり有名じゃない資格に対して光が当たったのかなと思うと極めていいと思ってるのねそこはねまあそれはどうでもいいことなんですけども何だっけそう名前パクリ帽子こ、ね、のパクリ名前って簡単にパクれません 特許って見たってそんなに簡単にパクれませんよ。金かかるもんすごく。でも名前って簡単にパクれるでしょう。ああの名前がいいと言ったら少し真似てしまうかなってあるでしょう。たくさんありますよパクった名前って。悪意商標って,言わ,れる言,われて言われてくるやつね。たくさんあるわけですよ。とりあえずどうなっちゃうのかね。パクってしまった。パクってしまったら同じような名前に基づいて営業展開するってことになるわけでしょ。模造品たくさん出ますよね。模造品。悪い品でもたくさん出る。 そうなると商業支障って維持されなくなるんじゃないですかね安っ悪かろうだって同じ名前だったら買っちゃう人っているんじゃないですか間違ってそうすることによって産業界の工業支障って崩壊するってことになりませんかねできたら商標権を与えて独占権を彼に持たせてしまって似たものがあった場合についてはやめろって言,わ言,わ言うことによって支障って保たれることになるんじゃないですかねでそうすることによって産業界って心発転する 間接的ででですからねねななるんではないでしょうか、ね、あるいはあのその名前さえ見て物を買ったら絶対破るとっていくつくんですよ間違いなくエンドユーザーもこれ全く問題がないってことになりませんかねそういう構成にとっての一応商標でしょさらに名前なかったらどうなります例えばこの飲んだ数時間経ってまた飲みたいって言った時にこれどう言うんですかいやこの味の物って不思議ですって言ったってすぐ伝わらないと思いますよ 今、取引ってめちゃめちゃ複雑じゃないですか。対面販売って普通ないじゃないですか。名前やったら簡単に言えますよね。パッと取引ができる。ということになりますんで、迅速な取引、これは金なりですよ。従って、パ産業って進歩発展できるんだっていう構成を取っているのが、どっちかというと商標ってことになりますよね。商標。じゃあ一応これに近いって言ったら何でしょうね。デザインだって簡単にパクることは可能ですよね。デザイン。簡単にパクれますよ。デザイン。 でそこに独占権を与えたならばどうなるかと。供給協業支出って保たれるんではないってことになりそうだよね。そうなると産業界で健全な形で新発展するんではないってことになりますよね。これを近藤設と言います。協業設と言ったりします。まあ、商標に近い立場ってことになるんだけど、えってそれあったら商標でやればいいんじゃないってことになりませんかね。対し、不正競争防止法でやればいいんではないってことになりそうな感じがするんですよ。 こはねまあ、そういう面はなくはないです。なくはない。ないし裁判所はこれを中心にやってるのは一般的です。侵害権については。だってわからないもん。裁判官って何です文系ですよ。バリバリの。デザインの中心課題はこれですって言われたって、はぁじゃないですか。さっぱりわからないわけですよ。だけど、商標みたいな形で、いや、これとこれはすごく似ていて、こんな形で間違っていたんだっていう実態を示されたらわかりますよ。間違いなく。で裁判所はそれが中心だっていうのは結構あるんです。 とり、特に侵害系です。でも、やはり商標に近いとか、性競争を防止法で処理すればいいんじゃないって言われたら、そうですって言わざるを得ないですよ。そこは。じゃあ、他に見解ってないのかなっていうところです。今度は、特許に近いという見解だったらどうなりますかねこっち。こっちに近い。いや、特許は創作なんです創作なんです。まあ、創作をすることによって、衣装って産業界に,産業界に寄与しますって通常言うんですよ。 説明できますかねこれによって。確かに衣装って創作物ですよ。あの、衣装法の条文でそう書いてありますので、えっとですね、例えば衣装の一条この法律は衣装の保護をび身分かることにより、衣装の創作を奨励し、創作法なんですよ、衣装って。奨励し、もって産業だったり寄与することを目的とするって書いてあるんですけど、じゃあ特許に近い、 でも出願公開という制度は後でやるようにこれはないんですよ。ない。で、さらに、設定努力になった後、工事はされます。広報掲載によって。でも、それを見て利用しようという側面が全くないわけではないけど、特許であるわけではないんです。あと、実施したことによって、すごくなんか産業、産業が活発,活発化し、流星化しってことがあるかというと、そこまで多分ないと思うんですよ。 じゃあ創作を中心するものの見解って少し間違ってるんじゃないってことになりそうですよね他何か見解あるかといって出てきたのが受容説っていう見解です受容説っていう見解ですこれ特に物品の衣装でしょうねうんじゃあこういうボールペンがあるとしましょうボールペンがあるとこのボールペンって機能は同じなんですよ新しいデザインをつけるとああかっこいいなと思って買っちゃいません思わずデザインによって僕たくさん買ってしまったのが IC レコーダーです ほぼ昨日同じでも20個ぐら,らい買ってしまったね。いやー、デザインがいいんだよな。全く同じ内容なんですよ、中身は。大人がいっしちゃったんですね、昔ね。IC とかと、あのー、今はなき MP3 ですか ?20 個くらい買ったらかなり怒られましたね。あなたはおかしいって言われたのね。でも思わず買っちゃうんですね。9800円で買うでしょう。買わないですかね。で、買ってしまって、色違いから全部買ったんですよ。で、ああいいなと思ったのね。それだけ売れるってことです。デザインがいいと。 思わず手を出しししてて貸まうでそうなるとどうなります生産業ってすごくこれはあの儲かることになりませんかねで活性化するそうすることによって産業界って進発展するんだ正しいですよね確かに、うん、でさらにこれちょっとつなげますよ特許庁はこれプラス創作説なんです、うん、いわゆる新しいデザインって新規性ってわかります新規性があるとで新規性あるデザインって 需要増大機能確保しやすいんだと言います。そうすることによって産業界って産業界は、えー、ものがたくさん売れることによって進歩発展するんだってことを言うのね。正しいですよね。一部については、うん。でもどうでしょうかね。今って衣装ってどういう対象になってますか。衣装の対象って保護対象変わりましたよね。例法によって物品だけではないぞと。 で物品は点々流通しますからねかっこよかったらたくさん売れるってこと分かるわけですよでも建築物建物ですよ109たくさん作れますか僕は作れないと思うんだよねあと単なる画像ですねいいかったらよかったら買いますものに停車されるわけでも何でもないんですよ画像にしようって今衣装って3つに分かれるのでここね一生とはって書いてあって 物品の衣装ね。あと建築物の衣装を。あとは物品とか建築物に別に表記されないようなものであったとしても、画像だけでも衣装になりますって書いてあるわけですよ。画像。3つあるわけです。衣装って。ね、確かに物品は今言ったような形になります。おそらくね。で、しかし、うんと、建築物。量産性ないですよね。そんなに。あるいは画像。 別に物品に停車されている画像ではありませんので画像だけでどうですかと言って物が、ね、折れるっていう関係にはならなくないですかね画像ですよねでさらに言うならば物品もどうかなと思うんですよ物品あのー、聞きたいんですけどエステサランってどこに行きます僕もちろん行ったことないんですけど床屋でいいですよ床屋あるいは旅館旅館のデザインってあるじゃないですかそこに行って何を求めに行くんですか かっこいいから物が売れてっていう構成を取りますかね。癒されるんではないの。だから行くんじゃないですか、金払って。で、この考え方って古いんですよ。当時、45年立法の時にできたんです。で、当時は生産業中心だったんですよ。産業財産業全て生産業中心なんです。特許もそう。全てそう。立法貧しかったので、まず生産業を勃興しましょうっていうところがあったんです。でも今どうですかね。サービス産業。これは結構流通。 結構ね、締めてるでしょ同じように言っていいかというと、かなり疑問ですね。ただから受験対策上は今でいいんですけどね。さっきのやつね。創作説プラス事業説って言うといいんですけども、まあ、本当にそれは妥当かというと、多分違ってくるんじゃないって僕は思っています。おそらく。ただ受験上はそれで結構です。各場合って。合格した後に考えてみてください。本当は違うんじゃないっていう感じがしますよ。 あるいは対象にとも違ってくるだろうし、物品と建築物、画像や画像って多少違ってくるのね、高みがね、同じではないと思うんです。同じに私ったれば本当はいけないんでしょうけども、受験ですからということで割り切るしかったないと思うんですね、僕はね。それが一応法の目的というところになるかと思うんです。法の目的。で、書いてあるかなと思うんですけど、10ページのところの、括弧三3ですかね、括弧三3、衣装デザインと書いてあります。ねただ、 特許と違って、どういうふうに産業の新発ってとの結びつけるかっていうところが、極めて難しいんだってことになりますよね。ここはね。一つは、えっ、ー、と、物品混同説。商標に近い立場。というのがあります。商標に近い立場。ただ、当然反論ってありそうだよね。まあ、商標に近い立場を取ってしまうならば、商標でやれ。ないしは、不正競争防止でやればよいと。中間的な立法って不要だってことになりませんかね。僕はなると思うんですよ。この子は。 うん、であるいは創作説特許に近い立場これって難しいですよ新しい創作をしたこれって産業界のシンパップに結びつくんだっていうだけで終わってるんですよ理屈上は説明つくかというと難しいですよね公開されちゃうわけでもないし遺書ってまた使ったことによって産業界がすごく便宜になったってわけでもないでしょう難しいで一番上分かりやすいのが多分需要説っていう見解です 斬新的なデザインを施すことによって、ものが売れちゃう。売れることによって、生産業は特に儲かりますよね。儲かることによって、会社が儲かる。さらに、社会儲かる。あるいは、皆さんが儲かるってことになるんで、まあ、産業は新発展するっていう構成を取るんだけども、今はどうですかというと、これ難しいと,ということになります。古いんですよ。特許を含めて。古いの。すべて生産業を中心として考えていたのです。今違うでしょサービス産業。レックもサービス産業です。 まあ少しちょっと変わってきてるんではないっていうところだけど、受験対策所はこれで良いと。先ほど申し上げました。とかね。あとはもうちょっと経ってから考えましょう。で、それが3番の、丸一ないしは〇2、ないしは〇3っていうところになりますよね。丸一丸二丸三こういうものがあるんだよということになりますよね。あ、丸一丸二ですかね。うん。で、そして、丸三衣装は、え物品等が必要だと書いてあります。物品等が必要だと。 あの今、物品等というからね、物品だけではないので、建築物、画像を含めて、物品等と通常言います。物品等が必要だと言います。特に自由説を取ると親和性って高いですよね。物がたくさん売れてっていうんでしょ。ただ単なる、絵を描きましたと。例えばね、絵を描きましょうね。この絵を描,えここを描くわけですよね。えと、こう描くわけですよ。 これ衣装ですかと言われちゃうと衣装ではないってことねこれ物品に表記されてるわけではないし建築物ではないしあと画像要件これ見出しておりませんので衣装ではないんですだってこれ書いたってどっか産業の進歩に貢献するかというと貢献しないではないですか著作物になるかもしれませんよそれはだけど衣装ではないってことになりますねえ購買をジを弱気して産業界刺激をしってことにならないでしょこんなの だから物品等がないと衣装には絶対にならないわけです。ただ今は物品だけではなくなったっていうだけなのね。ここはね。建築物もあるだろうし、画像もあるよってことになっております。はい。で、次ですよね。3番。あと4番。存蔵期間のカウントが実は変わりましたと書いてあります。あの、特許って、いつから独占権が式になるんでしたっけ式は設定取るからです。周期は出願から20年って数えるんですね。日曜深夜もそう。 設定登録から式です。独占権の。周期は出願から10年と数えます。となるとね、特許、出願から19年経って設定登録になりました。独占権はたった1年ってことよ。たった1年。日常支援も同様だよね。ならないけどね、普通は。そうなる。審査期間の長短によって変わってしまうってことになります。そこはね。でも衣装はそうなっていなかったんだよね。もともと。うん。いつから式ですかと。設定登録から。 これは変わんないで。周期はというと、設定登録から20年って昔はなっていました。なっていました。審査権の頂点によって変わるものではないんですよ。あまり利用するっていう側面がないから。特許ってまずいでしょ出てがる出願から、出願から何年じゃなくて登録から何年という形にカウントしてしまうならば、どうなります出願から100年経って設定登録になりました。そこから20年もあるってことだよ。 1 100日前0日前の特許がいわゆる残存しったらしいになるとかえってこれ問題があるわけですよ利用するからあのエジさんの基本的な電球の特許って完璧に利用されてるはずなんですよどんなものに対しても一定期間経過しちゃったら消えてくれないと困るってことに絶対になるんですで未章どうでしょうかというとあまり関係なくないですか基本的なデザインがあってこれを利用しましょうっていう側面があまりあり,あま,り,ありませんのでそれから何年って記載はしなかったんですよ日本法って 大丈夫だけど変わったんですね例法によってなぜかというところだけどあのー、例えばねこれこのボールペン一面特許多面的に衣装といった場合出願するんす同じ時期にで周期が変わってしまうってことはありませんそうなると特許は出願から20年周期でも衣装ならば通るから20年周期って話になると衣装のが絶対多分長いと思うんですね変わってしまって管理がしづらいというのがあるわけですよ あるいは、あの衣装から特許に変更も可能なわけですよ。カウントが違ってしまうでしょ。衣装から特許に変更と分かります形式を変えちゃうんです。カウントが違ってしまいますよね。管理がしがたいということがあったんで、変わったんですね。それから25年と変わったんですよ。まあ、通常であれば、多分これ、3、4年ぐらい長くなってます。動機感が。変わりましたということだよね。うん さて、さて、問題なんですけど、流れを少し見ていきましょうか。11ページ、上がっていますよね。遺書をどういう構成で登録まで持っていくんでしょうかということです。まず、創作をします。創作をすることを条件として、遺書を登録を受ける権利達成します。で、創作者なら私が持ってるわけですね。私が出願を行いました、出願です。ね、もちろん、特許、請求が入ってないからね、図面と願書を書いて出すだけです。 の場合ってうん、で、そうすると一定の書式を出しますんで、方式審査ってされます。あと自動的に実態審査もされるんですね。特許と違って、まあ、審査請求制度はありません。ない。なぜないかと言ったら、あの極めて簡便だからです。審査簡単ですからね。で件数が膨大になった。ないですよ。あと印令が難しくなった。所詮以上なんで、ないですよ。 じゃあ、全権審査をしましょうってことになるわけでしょ。通常はこれですから。まあ、趣旨がさっきそうだったよね。なぜ特許は、審査請求制度が導入されたのですか。件数が増えた。あと、因例が難しくなった。じゃあ、ね、請求条件として実態審査をするかどうかを決めましょうってなったわけですよ。で、未消消費はそういう側面がありませんので、通常通りってことで変わっていないのね。で、こうやって理解していくのね。解釈って。で、 実態審査を行って、問題があった。この場合については、告知、証明会を与えないと、不利益な処分ってやってはいけないんですよ。不利益な処分が、亀裂査定でしょ。前提として、亀裂通知を打ってくるんです。なんでダメだったのかな通知をします。で、応答させるわけでしょ。これを意見書と。同じで言っていきます。これを出すわけですよ。衣装の意見書、めちゃくちゃ難しいからね。うん。美観の観点はどこにあるかこれ書けませんからね、なかなかね。うん。 でこれは中間処理ですよね。でクリアされて登録査定になりました。その後、料金納付を条件として設定登録されて広報を掲載されます。で周期は存続期間ね出願から25年で終わりという構成をとります。昔は登録から20年でした。今出願から25年で周期ということになっております。まあ、こうなってるんですけどいくつかこれもありますよね。パッと見ると。なぜ公開制度がないんだろうという点です。 まあ実用支援はね今審査をしておりませんから世間公開がないですよだいたい4か月くらいで登録になりますので公開の前にも登録になっちゃうんで決まってるの必要性がないそこはでも衣装の場合ってうんとたい1年ぐらいですよ今審査期間って短い結構ね短いんですけどもただし公開があってもおかしくはないとおかしくはないのかなと思うけどないんですなぜないんでしょうね公開制度ってまず一面衣装って簡単に模倣されてしまいます 公開されちゃうならばどうなります簡単に見て、マネチャーやつがいるんですよ。これが一点。あともう一点は、これに基づいて、利用っていう側面があるかというと、基本的にまずないって言います。まずない。最近はそうではなくなってきたけど、昔はそう言ってました。まずない。まずない。以上で最後の形でつけるんだって言ってました。本当ですかね。実はまず開発されてきて、名前決めて最後にデザインだって言うんですよ。 いや本当かなと思うけど、まあ、それ本に全部書いてあります。それより。まず技術が先だと。名前を決めましょう。それからデザインを決めて売るんだって、ね、いうね。本当かなと。うん、デザイン会社の人が聞いたらめちゃくちゃ怒ろうかと思うんですけどね。それは。違うかなと思いますけど、今デザインが結構中心ってことはありますよ。ともかくブランディングですからね。今の世界って。まあ、相当変わってしまったと思うんですけど、まあ、まあ、それ本には全部書いてあります。それよりね。となると、志願公開やって、これを利用してっていう側面がない以上は、 公開をやることにかえって不利益が大きすぎるんでしょ。だったら、公開制度でなくてもよいよなってことになってるわけですよ。公開されないってことね。公開されない。見て利用しようって側面もないし、模倣されてしまうから、公開されない。ね。まあ、そういうことになりますよね。はい。まあ、それがまず書いてありますね。そして、衣装には各種の制度があるということになっております。で各種の制度は、官組ひ非道部って思うのね。官組ひ非道部と思います。 衣装。えっと、かん、これ関連衣装ですね。あと組、組組物み木は秘密衣装。銅は動的衣装ですね。部は部分衣装。一番使っているのは関連か部分衣装ですね。実務的には。部分衣装が関連衣装。秘密衣装は特殊な業界です。ファッションか自動車です。通称。一番いいのは自動車です。 乗車ってデザインが命ですからね。中身ではないですよ。デザインが命です。一定期間秘密にしましょうっていう制度があるのね。衣装って出願すると大体1年で登録になって広報掲載されちゃうんですよ。いやしかしもっと前、もっとね、立ってからこれ流通段階で出したいなっていう場合については秘密請求でやれるんですよ。一番多かったらこれは、えっとねひあので、車業界です。あの、僕、印刷会社に行ったでしょ。 で当然あのー、パンフレットってうちの会社のスタジオでやるんですよやってたんですよで全部覆面かぶってくんです車が社員でも見れませんでみんなそこの担当の方しか見れないですよ日産なら日産の担当の方が見てそこに写していくとまた戻ってくるんですよでもちろん知財部もこれ見ることはできませんお客さんのとこれデザインで,ある,のであるので見ることはできません一番多かったのはそこですね車多かったですよ次ファッション、うんあの ちょっとね僕よりも背が高い女性がたくさんそこに来るんですね。まあ、いわゆるモデルさんです。来て、えー、撮るんですけどそこで洋服着てるってことは全くなくって終わったあとにすぐ退散ですね。退散と。まあ、その業界一番多いのは秘密衣装ってこれ業界ですかね。あと動的衣装ってのもあったりします。動的衣装あったりします。ね、でも一番多いのはこ、ね、こに書いた通り関連か部分衣装ってことになるんだけどこれっていろんなことをまき散らすというか問題があるっていうところがあって問題としては難しいんですね。 大体、えっ、ー、と、衣装の担当問題、あるいは論文問題、ほぼここから出てきます。関連が通常、部分衣装ですね。出てくるのって、一番使えますから。たまに組むのが何年に一遍か出ますねまあ、動的衣装っていうものは、あまり出たことが実はありません。実あの、担当試験も含めてね。まずないと。言ったのは過言ではないんですけど、さて、どうんなこれ、制度なんでしょう。まず、部分衣装をですね。うん。例えば、11ページに上がってるこれ。見てください。 これ掃除機の形状なんですね掃除機の形状、うん、で「点々点」って書いてあるこれ権利を要求している部分では実はないんです大体この上のところが要求している部分でありましてこの大体「点々点」はこの,あの箱っていうのはあの蓋蓋の位置とか大きさを示しているだけなんですねでこれ創作中心課題を作ったわけですよこれ創作の中心課題なんですなんだけどあの昔衣装ってこういう形式で取れなかったんですよ じゃあ全体すなわちどうしようかなえっと一番これ分かりやすいのはもうちょっと小さいやつの方がいいので例えばこれカメラにしましょうねカメラの全体の形状も大体決まってるではないですかだってこんな形でしょでも一番中心課題がここだったらしいんですよこれ見るところっていうことですかね写すところここここが一番中心課題だったらしいんですよこれ。 ここを何しても撮りたいもう全体の形状については創作がもう尽きちゃったとある部分だけ中心回題を固めてデザイン化したいということがあるわけですよで作ったのねいやこのバツのところのこのファインダーっていうのさこれはかっこいいからこれは絶対売れるんだって創作を傾けたんですよでも平成10年改正前です平成10年改正前はこの点々点の制度は実はありませんでした部分証制度はなかったんです ないからこれをとりあえず全体の形状をしたためて出すしかなかったのねこうやってで登録になったりしましょう登録になった後で気づくんですよ行業者ってああこれが斬新なデザインであるとこの部分ですねこれを真似しようと真似ようと真似てしまって全体形状を変えちゃうんですよ例えばちょっと横にでっかくするんですよでここにこの丸三角を持ってきて実証するのね 実施となると、似てないんですよ。類似関係なし。同一性はないし、類似関係なし。非証券侵害って、登録になった衣装と同一、類似関係だったら侵害ということになってるんですけど、類似関係ないってことになると、非侵害だけですよ。やられてしまったってことになるわけね。となると、捜索を傾けたって意味が全くなくなりますんで、ああ、だん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 と意欲を減退していきますよね。力くないと。そこで こういうのが入っている場合については、大体、不自処理ができるように保護する制度を作ったのが部分症ってことになっております。こねまあ、結構簡単に言ってるけど、難しいんですけどね。部分症と。あと、組物っていうのがありまして、組物。今、まあ、これやりましたよね。組物。これは、これ、セットモンですね。セットもあのー、これ言い方やるとね、ちょっと怒られちゃうんですけど、AKB なんとかってグループ言いますよね。 個人個人見ると素人の集合体ではないですか言っちゃわれちゃうけど僕ねイダスコって見たことがあるんですね、うん、そこにあった渋谷の国運ですかあそこで見たことがあるんですよ普通だったですでもあれ全体が漁っちゃうとすごく可愛く見えるんでしょじゃないですかよくわかんないけど全体集まったところに新しい美観が生まれていいんだって言うんですよまさにこれでしょうねあまり言い方良くないけどそうだというのは一番わかりやすいです、ね あのピンでやってる芸人ではないからね全部集めたらああっていうのがあるわけですよ通常の人と変わってしまってあーすごいこれオーラがあるなって人がやっぱいるわけですねその制度がこれに近いってことですよね一応個別個別もパンツパンツ売ってるんですこれえー、っとこれこれは食品容器制トと書いてあるけどこれ、えー、っと塩が入ってるやつでさこっちがお酢が入ってるやつ で醤油がってるバラバラに売れるけど、全部集まった方がデザインの形式が似てるんで、良いってことになるわけですよ。じゃあ、セットまで売ろうかなっていう制度が、食い物と言ってくきます。でも、これってね、滅多に違うされてません。今でも。されていません。でも、試験にはやっぱり美味しいので出るんですね。こういう制度って。これを食い物と言っていきます。で、さらに次ですね。これね。あと、秘密衣装を先ほどやったと思うんです。秘密衣装。ね。特にファッションとか自動車業界に多いと、僕は申し上げました。 ここね。あの、今出願すると大体1年ぐらいで登録になって広報掲載されてしまいます。登録になって広報掲載までの期間って大体一月間なので、1年1月でこうなってしまいます。広報発行されてしまうということになります。でも3年ぐらい先に売りたいんですよ。でも一応権利を抑えておきたい。早く出願を行って権利を抑えておきたい。それを要求できないのが秘密衣装という制度なのね。うん まあちょっと具体的な内容については示すの待ってくれませんかと。最大限3年間これ待つことが可能です。これが秘密衣装と制度のね。これは結構使っていますよね。ファッションと車っていう業界です。使っております。秘密衣装制度ね。あとは動的衣装。で動的衣装と言われてくるものは動きがある衣装ですね。あのー巻き、巻き込み笛って知ってます、まあ、多分わからないね。 あの締めでキューってこう丸まってピューってュー伸びるっていうのが昔お菓子だったんですよおもちゃかなあるんですよあとねコマあるでしょキュッてます色が出てくるやうコマあれ模様が出てくるコマあれが動的衣なんですよああいうのがこれも一ちがね全部剣が取れるってことになってるんでああ美味しいかなっていうのがあるんですそこはねあと関連衣装で関連衣装はですねどっか載ってんのがあったはずだよね関連衣装待ってね 関連衣装って、あの、バリエーションデザインを保護するっていう制度です。例えばこれ。これ。もともとあった衣装はこれ。で、同じ方はね、同時期に大体創作したものについて暫時出していくんですよ。こうやってバン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 出していくんですよ。出していく。で、こういう形式をとってブランド化してしまうっていう、これ制度です。バリエーションの衣装って。関連衣装って。こういう制度。いいですかね。関連衣装って。 ね、ただ、少し変わっちゃったのね、令和法にあって、この慣例書って。昔々は違ったの、慣例書って。こういうかじゃなくて、昔々は、つい最近までと言った方がいいな、つい最近までは、中心になった衣装があるとします。これ、本衣装といいます。本衣装があって、本衣装があって、 これと類似関係のものについては、ひせがに同一であるならば、登録になるっていう制度だったんです。こういう制度です。どっちかというと。こういう制度です。ぐわーっとこう、ま、周りで囲むんですよ。令和法になるまでは。今違いますよ。もっとすごいんだから。今の制度って。元々の書士って、同時期に創作したバリエーションについては保護をしたいんです。当時は。当時ね。令和法までは、 前までは同時期に創作されたというのを昔言ってました。バリエーションの衣装については同等に保護をしたいと。同時期に創作されたバリエーションの衣装。これを同等に保護したい。となると、大体こういうことになりませんか。A があって、ガッと回ると。イメージ。 だから、絶対やってはいけなかったのはこれだったのね、当時って。当時は、さらに A ダッのさらにところに B、C、D とは、これ繋がってはいかなかったんですよ。これは昔はできませんでした。同時期捜索ではないからです、こんなものって。今できるんですよ。やってみい。10年間脱出することが可能でありますので、今こうなって認めています、これを。ね、連鎖的関連書です。これ認めてます。今できるんです。 趣旨変わってしまったんですよ今ブランド化っていうんですブランド化車そうでしょコンセプト的な基本で車の形があって4年ぐらいかけてだんだん変えていって異が全く関係ない車の形にしちゃうんだよねこれブランド化っていうんですでこれをやりたいっていうところができたのが今の現行法の関連省と制度に変わりました今これを認めていますこっち当時は認めていませんでしたつい最近までで変わってしまったのね 強力なブランド化を衣装によってするんだっていう視点に変わりました。これを関連書と言っておきます。かなり変わったんですね。関連書っていう中身がね。で、これをずーっと勉強していくんですけども、うん。もともとなぜこういう制度があって、こっちに変わったんですかとはね。その時どうやって読むんですかっていう勉強が結構めんどくさいんです。関連書って。それをやっていったりするんですけどね。関連。今、ポイントはこれではないよ。同時期に創作されたバリエーションについて、 にするっていうだけではなくて,ブラ,てブランド化。いうイメージですブランド衣装でブランドって言うのかなっていう人もいますけど、今ブランド化って今、腸の見解でありますんで、ブランド化。ずっと伸びていくんです、ここから。やってもよろしいと有効性に変わりました。で、10年間出せるんだったらそういうことになるでしょう。10年間出してもいいんですよ。昔はダメ。基本的に同日でした。こんなことになるに決まってんの。今は違うということになっております。ブランド化。これが、えっ、ー、とね、 関組非同部っていうところですね。大体。秘書独特の制度ということになります。そして、秘書権設定登録になりました。一応出現から25年あるんだけど、独占権の範囲は一体何ですかというところになります。うん、まず、特許。どうですかね。設定登録になりました。設定登録になると、設定登録になったクレーム内容と同一性がある範囲について、独占権があるんだってことをします。これ、同一性と言います。特許については。同一性。 結構広いよ。どういうって。だってね、あの、太った男性ってどこまで言うんですか文言で書いた。私はどっちに入ってるんですかねじゃあ、中肉中性ですかね痩せてはいないと思うね。太ってもいないと思うね。これ分からない。どっちもストライクでしょある程度。でも、写真出してこの人終わったら、これ分かっちゃうと思うんだよね。衣装はそれでしょ衣装って。ね。だから、衣装って、まず、えっ、ー、と、物品との名称を書いて、ね。そして、あの、そして、 えっとね、図面等を書いて出すわけですよ。これが衣装だってしてますのね。まね、あ。設定登録になりました。設定登録にな衣装券ってその範囲だけって話になると狭すぎませんちょっと。衣装って創作物なんですよ。創作物。創作って幅があるんです。ただから特許って文言で書いて幅って認めてるわけですよ。当然同意してるだけで十分担保ができるんですね。いかようにも文言って解釈ができますもんね。 でも、衣装はどうですかというと、一室外によって一物品等じゃないと、これ基本的には出してはいけないんです。となると、えー、とある、えー、車っていうね、デザインについて質問を行った。その車の形状が赤だったんですよ。で、赤しか同一性ってないですよね。これ明確ですから。じゃあ、同時に創作されたものって赤だけですかというと、当然違うんでしょう。青もあるだろうし、ちょっと形が変えたものも入ってるに決まってるわけですよ。幅がどうかね。 そこで衣装については、同一、類似まで独占排棄権あるっていう構成を取ります。衣装ね。特許は同一性の範囲だけ。衣装は、同一の他に類似まで独占排棄権あるんです。ここね。いいですかね。書きますよ。衣装は、まず特許。特許は、特許とか実用信案は、独占権は、 特許でクレーム化されたところの同時性,性って結構広いんです。広い。なぜなら文言で書いてるからです。いかようにも解釈ができますから。でも衣装、ね。衣装。衣装についても特許と同じように創作です。幅があるんです。幅がある。でも確かに衣装ってこの一点ですよね。一点。だけど色も含めてこれ違うってことになっちゃうから。 同一衣装ではなくなっちゃうのね。色も含めて出すんです。出すときって。じゃあ色も含めていろんなパターンって頭に入ってるはずなんですよ。となれば、この類似部分まで作ってるに決まってんの。類似部分まで。そこについてまでも、独占配達権があるということになります。衣装についてはね。衣装は、同一、類似範囲まで独占配達権があるんです。類似まで。 独占0 0拝があると。これいいですよね。独占0 0拝と言ってるから、私が実施できるのは同一または類似までできますとで。他者について排斥的にも同一または類似までできますと言ってるのが衣装ですね。使ってもいいんです。類似まで。衣装って。創作の幅で自分で作ってるからです。そこね。で、あとやっていく商標ってそういうことになっていないので、商標って。商標ね。独占権は同一の範囲しかありません。ただ配権、拝田権 ででで類似ままあるっていいううだけなんですねこれ後でやっていきましょうちょっと違うのね。商標は創作ではないから、幅がないからと。ちょっと違っていきます。そこね。で、えっ、ー、と、以上、こんなところになって、次、商標を少し見ていきましょうかね。商標。うん。で商標って一体何ですかってことになります。また、商標あることによって、なぜ産業界って進発展するんですかってことになりそうなんですけど、まず商標。 ね、なければなぜ産業界って進発展しないんでしょうかパッて言ったらネーミングってイメージね商標って名前、まあ、商標なかったら迅速な商取引はできない先ほど申し上げました確かにそうでしょうね、えー、今対面取引はなくなってかなり複雑でありますんで、まあ、名前がなかったらなかなかパッと把握できないってことになるでしょうねでさらにまあ商標はちゃんと機能しなかったら産業界ってくちゃくちゃになりますね 簡単にバッタもンが出やすいってことになります。まがいもんですね。出やすい。でも商標権設定登録になってるならば、彼で独占権持ってい、独占配達権ありますんで、やめろって当然言えるわけでしょ。供給主張って保たれますよね。で、さらにこれを目指して買えば絶対従者って同じブランドに、あやブランドに垂れつくことができますんで、間違いはないんですよ。一般対象についても問題が全くないってことになります。だから商標って、 他の産業財産と違って公益性がめちゃめちゃ高いんですよ。公益性。あの、私益だけではないんです。特区、実、意はどっちかというと私益です。私益。作った方を保護したいんです。ただ商標でそれプラス公益。我々の一般体制の、一般対制の利益を守るんだっていうのが強いんですよ。じゃあ商標って一体何かと。 保護は一応商標ってことになってるんで、商標とは一体何でしょうと、少し見ていきましょうね。条文です。商標とは一体何でしょうね。商標の2条1項の規定てになるんですけど、このように書かれておりますね。商標。この法律で商標とは、人の近くによって、近く 昔は四角って書いてありましたよ。26年改正はまだ四角と書いてありました。今は四角です。四角と四角は違いますよね。四角って目で見て分かるっていう対象だよね。四角と言ったらそれだけではないってことになりますからね。四角。四角によって認識することができるもののうち、文字、文字商標、レックです。あと、えー、と図形、演ざルマーク。あるいは正獣マーク。キリの正獣マークですね。あれも図形。 あるいは記号を。P&G って記号でしょね。あるいは立体的な形状。ポコちゃん、ペコちゃん。あるいはカーネル・スサンダーズのおじさんですね。で第1号は大マシェの立体層だったらしいので、マスラ大学の方は一番最初ですよね。立体商標って。あれが第1号です。立体的な形状。まあ、見た瞬間分かるからね。これマスラだなってすぐ分かるじゃないですか、言ったら。ね。形容ではないってすぐ分かりますよね。もしくは、色彩。色彩。 あのー、色彩単独なんですけどもねあのいわゆるセブンイレブンのこの3色の色のやつ色3色の色あと単色もあるんですけど単色は今いまだに登録になっていません今相当うっになっていてこの前クレサテになってしまって訴訟はでもこれ認められませんでしたどうかね皆さんね例えばあのルブタンっていう靴靴知ってますルブタン 大道君を見たことありますあの人が履いてる赤いヒール裏が赤いヒールの靴ですこれ見た瞬間普通分かると思うんですよあれあれを出したっていうのねあるいはあの三菱鉛筆ユニットしてますあの小豆色残してる色があるんですよあれあれ出してすぐ分かります鉛筆三菱ってそれがね50%未満になったんで登録になれなかったんですあれ単焦が極めて難しいだってみんな欲しいんだもん色って 2色ずり以上だったらまあこれ分かるでしょまあ色っていうかあれ模様だよねあの色分け模様ってことになって普通色だと色というか模様になっちゃうと思うんですけどあれはでも色と言います単、ね、所が今登録になっておりませんで記載商品その色分けも含めて9件しか登録になっていないんですよもう相当経ってるよ平成十6年に改正になっておりますんでえー、っともう8年ぐらい経ってんのたった9件ですよ登録になったのってたった9件 彼女たちに自分なってるんですけど単色タタは一件も登録になっておりません日本ではすごく厳しいのね誰でも使いたいってこともあるしね単色って独占権を与えちゃうと「いや使えなくなっちゃうんじゃない?」ってとこが強いからねとかねでも色彩の商品もあるわけでしょあるいは音音あのラッパのマークのセールガンですねあれ聞いた瞬間分かるじゃないですかあと松本清もそうでしょ かやってますよねああいうこと言うと分かっちゃうってなのあるじゃないですか音の商標音って入ってしまったのでどうなったか近くに変わったんです近くから近くに変わった音が入ったんですねあと,、えー、とその他「その他整理でと書いてあるものはこれ例えば「ホログラムの商標、あのー、カードを見ると偽造防止のために「ホログラム」って入ってるではないですかあれだったりとかあと「位置」の商標,位置,の商標位置ね部分子に近いやつです うん、とかねあんんなものが入っていたりするんでするでね、うん、あとこれからあとはこのあとそれからそれ以外は、えー、と精霊でこの精霊でって書いてあるんでこれからもっと増えるかもしれません例えば味とかね味食ったら分かるでしょう味あと匂い海外はそうなってます匂いああこの化粧品ってシャネルナンバー5だなって分かる人っているじゃないですか商標でしょあれ言ってみたら日本は工事がまだ徹底しておりませんのでそうなっていないだけです あと、触覚。触った瞬間につるつるザラザラってあるじゃないですか。これも分かるっていう人いらっしゃいますよね。なっている国もある一方で、日本はまだなっておりません。で、こういうものを持って、表彰というんだってと書いてあります。表彰。表彰。表彰と、商標は違うんですよ。表彰は、ここに書いてあるように、この物理的な形状を持って表彰と言います。表彰と言います。上位概念。表彰は上位概念。表彰であってと書いてません。ここ。 以下表彰とといいいうう書いてあります以下表彰という表彰彰上位概念表彰であってこのあと次に掲げるものを言う行として商品を生産し証明しまたは譲渡するものがその商品について使用するものこれ商品商標と言います、うん、譲渡権者から、えー、と譲渡権者あるいは、うんとね、証明業者生産業者が、えー、と使う可能性があるならば 商標にに該当しまますすって話になりますで商品商標ね。この一方でレックは2号です。業として駅務を提供し、駅務提供業者、あるいは駅務証明業者が使用する商標についても該当すると言ってます。これ駅務商標って言います。で、レックはこれです。だから、表彰だって使用する可能性があるならば、商標ってことになります。で、コンビニ剤使わなかったら表彰に過ぎないってことになるからね。商標使ってなんぼってイメージになります。 だから、この後勉強していくと、某表彰とて出てくるんですよ。某表彰でも絶対某商標とは言わないんです。あれは使わないからです。今日で昔やった団体表彰で実はあります。昔。旧法化。あれは使わないのです。だから団体表彰と言います。今ある団体商標は商標と言っているんで、使ってもよろしいんです。違うからね。商標は使う可能性があるならば商標使う可能性がなかったら表彰に留まるんだってことになります。 だから、団体表彰って昔あったのね、今の団体商標とは違うものです。で、さらに、防表彰といって、防護商標とは言いません。使わないからです。誰もめんどくさい概らいでですね、でも使ってなんぼっていうイメージが高いからね、商標ね。で、一応これ対象になってるんだってことでありまして、パッと見ちゃうと、いや、商標について保護する法制なんだってことが分かると思うんですね。 ただ実際上本当はこれなんでしょうかというと、どうでしょうか商標って価値物ですかと価値物ではないのね。で、創作物は作った瞬間価値が実はあるんです。ゼロからあるものを作ったってことなんで、価値物なんです。作った瞬間、ね。商標は何かというと、あの、いつもこれやってる例なんですけど、これ、紙あるじゃないですか。これ、破ったってことですよ、これ。これ価値があります基本的にないんですよ、これ。 そこ,こにたくさん情報を書かれて破ったと言ったらおーいって言いますね。これが商標なんですよ。使ってなんぼって言いますね。これ何もない状態なので、一応これ商標としましょう。表彰としましょう。だけど、これ価値が全くないんですよ、これには。そこにたくさん使ったってことによって情報が課題されるわけですよ。そうなると価値物に転化するのね。これを商標と言ってきます。だから使ってない商標って無価値物であって、これ破ったらしたら損害とは言われないのよ。 価値があるものについて公益損したことによって損害って発生するではないですか。で、この一方で、創作散歩、昔からもずっと作った瞬間から価値物なのです。やってしまったら損害賠償請求されてしまいます。価値があるから。でも表、商標の場合については使うまでは無価値物なんです。価値がないんです。基本的にはね。だから損害賠償は基本的にできないと。基本的にですよ。今できる法制も実はありますので、基本的にはできないということになります。 今はね一応ああること38で5個持ってきてがあるんで度度で,きるんで,できることはできるんですけども通常はできないと教えているところですね僕ここはねでじゃあ見ていきましょうかねえー、えー、と4番の丸三、商品の価値は何かマークではないとマークは無価値物単なるあの選択とか順列とか組み合わせでしょ26文字を作ってくださいどう計算するんだっけ 26×26×26 26 26でしたっけなんかやりますよね 出ますよねそのパターンしかないんです無限ではない商標ってでも創作散歩って無限ですよね作ればいいんです新しいものって商標はそうではないってことになりますでこれ頭に入れといてね商標は無限ではないって言ってあるんですだからどうなるんだってちょっと違ってくるんですよかなり違ってくるで実際の価値は何かというと使用したことによってマークに値する業務上の信用だってことになりますだからあのー ソニーーってマークありますね。昔はソニーではなかったでしょうあの会社って誰がどのき言語で書いてもソニーで破損できるようにあれを作ったと聞いたことがあるんですけど多分本当なんでしょうねそれは、うん、でじゃあね当時それを選択した時僕はじゃあ1億円でいいですよってかもしれません今どうでしょうかね1億円で売ってくれませんかこれ不責任じゃないって絶対言いませんソニーはね 発明はギューって下がりますよね、価値が。だんだん、だんだんとね。作った瞬間価値があって、実証すると最高点に達して、どんどん下がっていくっていう構成を取るんです。発明って、ね。デザインもこれだけどね。上がったり下がったりですけどね。まあ、商標は使うまではゼロ。使って上がるわけですよ。パンって上がるとで。そういう構成を取るわけですね。となると、価値物は何かというと、マークではなくて、マークに加担した業務上の信用だってことになるよね。古くなれば古くなるほど、 通常価値が高くなってくるわけですよ。またお客さんって明確に区別ができるでしょう。それにと言ったら、ああそこだってすぐわかるもんね。使ったことによって。新しいブランドはなかなか識別ができないんではないですかね。お客さんにとってもね。で、価値も低いしってことになるじゃないですか。ね。そこで使用している商品は価値が高い。それ一方で使ってない商品については無価値なんですよ。価値がない。で、 もともとね、商標については永久権のすべきだと通常言います。言います。だけど、更新という厄介な制度があるんですね。10年単位で更新という申請をします。またそうすれば10年間伸びるっていう合成をとっておりまして、繰り返せば永久権になるんでしょじゃあなぜ更新という制度があるんでしょうかねうん。使ってない商標権があることによって邪魔なんですよ。だって数が決まっちゃってるんだもん。新しくすることできますかというと、文字商標はこれできません。 パターン決まっちゃってるから。邪魔なんですよ。じゃあ、更新しないと出て行ってくれませんかってなるんでしょだから更新っていう制度があるわけです。そこはね。で、さらに、使えば使うほど価値が高くなってくる。商標権者は保護してもらいたいってことになる。で、さらに、一般の第三者、誰も疑問ってしませんよ。見た瞬間、わかるもん。ね。バレの包みを見たら、高島屋。言いますよ。で、ライを見たら、 三越ですねって通常言うじゃないですか誰もこれ分からないってことはないですよだったら更新ってやればいいんじゃないですかってなりませんかねうん誰も困らないってことになりますからねそこはねでまた更新制度がなかったら使ってない商標についても永久権であって選択肢がなくなってしまいますそれが創作散歩とは違うのねだから更新という制度は商標にもあるんですよ他にはないでしょ邪魔なんですよあるとあると邪魔特に特実は邪魔ですね 利用っても前提として作り上げてるから基本特許があってそれを利用して応用して作ってるわけですよ邪魔なんです消えてくれないと、まあ、衣装はねまあいいのかなっていうところもなくはないけど、まあ、一応消えるっていう構成を取りますね創作物なのでそこはねでも商標はというと、うん、あの本当は永久権でもいいと思うんですよだけどもう数が決まっちゃってるもんだからどうかどいてくれなければねってことになりませんかね確実的にでさらに設定努力になります あの商標ってね、あのー、僕さっき変な読み方をしたよね、ここ。ここね。条文上は、三条、えっ、ー、と、二条一項覚悟のところで、えー、と使用するものって書いてあるよね。使用するもの。表彰であって、えっ、ー、とね、商品の販売業者、生産業者が使用するもの。使用してないと商標じゃないから、登録にならないんではないって思っちゃうわけですよ。で、そうではないから、使用する可能性があればってこれ読むんです。可能性でいいんです。可能性。 可能性。だってね、今、商売展開やっていない。やっていないんだけど、早く権利を取得して、それが商売展開できるまでに備えておきたいってことあって、おかしくはないでしょ全然。ねだから、使用する可能性があればいいんですよ。でも、登録になりました。登録になっても使っていないんですよ。3年間だったら、それ、昔物なんでしょどういてくれないかって人いますよね。邪魔なんですよ。邪魔。 また、商品をやることによって、ドルが喫煙されてしまうという人もいるんです。邪魔なんですよ。価値がないのに。じゃあ、審判請求を条件として消しましょうという制度があるのね。商標については。特許はありません。価値物だからです。遺書もありません。価値物だからです。でも商標は無価値物なんで、どう言ってくれなかったら困るんですよ。だから、死を取り消し審判という制度をアップするのね。特許はこれ絶対ありません。こういう制度って。商標独特です。 あの取り消し審判ってと無効審判は聞いたことありますかねあるかな設定登録になってたものに実は審査官の瑕疵があった判断が間違っていたって話になると無効審判できるわけですよこの一方で取り消し審判瑕疵はなかったんです全く登録処分にはだけど使ってないとか使い方が悪いって話になるとはい取り消しとなるのが取り消し審判という言い方をします、ね、これ商標独特なんですね、まあ、商標は あの使わない限りはダメでしょ一応歌詞はないの使う一応可能性があった <laughs> であと今日はやらないけど三条関係ないしは四条関係の要件クリアした設定努力になりますよね歌詞がないんだもん無効審判の対象にはなりませんだけど設定努力になって全く使ってないって話になると邪魔なんですよ邪魔ないしは使ってるんだけど変な使い方をやったとていうね やってしまったことによって一般大衆を欺瞞しましたそうなると一応に書いてあった通り利用者利益って害されることになりませんかねあの登録になった商標と似たものをつく使,使ってしまうんですよえっとねこここ,こ,ですねこれが登録商標ですねで類似の範囲があって類似の範囲って あの第三者の使用を排積できるって規定になってるのね。で、自らは使えないんです。幅がないから。だから、独占権はここしかないの。長期って。でも、廃棄権は類似まであるんです。そうしないと、混同ジャッキをしちゃうからです。ということは、結果として、この範囲って誰も、多分使ってないのに決まってるんですよ。で、自分で使うことも可能だってことはあり得るのね。で、使っちゃうんですよ。この範囲って。で、なんでこれ使ってるかというと、有名なブランドが、この、この、この辺にあるんですよ。この辺に。これ有名なんですよ、このブランド。 三角かななりり近しくなりますよねここから見ては遠いでもこれ使うと近しいってことになるんで近藤ジャッキーってあり得るわけですよ一般大制は手を出して買っちゃうんですよあ似てるなって言っちゃうんですよ、まあ、そうなるとこれまずいってことになりませんかね制裁とそれは一般大制を欺瞞されてしまう欺瞞してしまう制裁と消費は攻撃性高いわけですから制裁しましょうってことになるんですね、まあ、そこで えとこんな制度もあるというのは不正指標、不正使用取り消し審判といったりします。どこねはいでちなみに商標の流れを少し見ていくというところと、あとポイントを少し見ていきましょうかね。商標は結構難しいので、あのー、通常の創作散歩と違って、解釈って幅がたくさんあるんです、商標ねあね、のー。創作散歩は条文通りです、ほとんど。でも、商標は全く違います。 社会中年上どうなるとか、かなり言っていく世界なんですね。とこはね。でまず、中れ最初にちょっと説明します。で商標って、どうやって出願して、どうやって権利になるんでしょうか。まず、商標出願で行いますよね。あの、商標選択した場合について、なんか権利が発生するってわけではありません。創作ではないから。ね。志願と同時に一定の権利が発生することになっております。商標って。じゃないと、 無権者に対して、超って応答する義務って全くないではないですか。ね、一応与えるんだよね。出願によって。作ったことによって発生するわけではありません。で、出願をします。出願すると、方式審査ってします。で、今、商標って公開っていうのでやるんですよ。これ、可及的しないかにされます。一年無好きっていう事件は、これは、時期はまず必要性がありません。さて、ここなんですけど、なんで商標って公開制度があるんでしょうかね。そもそも。 12年開始に入ったんですよ。それまでなかった。世間公開制度はなかった。今はあるんですね。なぜ入ったのでしょう。世間公開制度です。なぜでしょうね。特許はこれ分かりやすいですよ。公開することによって、文献上の利用ってよく言うんですけど、これを起点として改良発展を促すってことがあるのね。特許は。だから衣装ってなかったですね。そういう世世がないから。じゃあ商標って、ブランドを見て、新しいブランドを形成しましょうってことになります 多分ならない。こんなことね。ならない。じゃあなんで公開制度があるんでしょうか。やっぱり考えますよね。そこはね。なぜでしょうかね。うん、あの、商標って登録になる前も、この入念改正によって、一定の権利が発生するって言ってしたんですね。じゃないと、設定登録になる前もの間って、使っちゃうって人がいるわけですよ。使ってしまう。大体昔は2年ぐらいかかっていたんです。 今早いですよ、商標って。6月ぐらい。登録まで。しかし昔は2年ぐらいかかっていました。大変だったのね、なかなか登録にならなかったんですよ。でも、設定登録になって、独占権状態になって初めて行使ができるわけじゃない。やめろって。でもその間は何もできませんって話になると、勝手に使われてしまって、希釈化ってわかります価値が下がるんです。あるいは、ポリューション、汚染化、してしまうのね。これまずいわけですよ。 そこで、設定登録になる前であったりおっしゃってあの、いわゆる警告状を出すことを条件として、金銭請求権って発生するんだっていう講師を実は取りました。ただ、講師は設定登録にならないと一応できないんですけど、発生は警告状を出すことを条件として発生をします。ある程度、金銭が発生するんです。ただ、講師は止まってるんです、登録まで。なった瞬間、過去分全体,全体について請求ということができるんです。 となると、工事がないってことはまずくないですかね。その工事のためにこれ作ったんです。公開制度って。公開制度ってね。だから、特区では全く違います。文献上になかすことによって、どうにかこうにかってことは全くない制度なんです。金銭請求権の工事っていうだけです。で、作ったんです。ね、で本来から言ったら、可及的すみやかにこれ認めたいんです。でも、実務的には大体一月ぐらい経たないと公開はされません。 これはされませんただ言っておきますよ。金銭請求権は公開が条件ではありません。別に。公開前の使用行為に対しても請求できます。あの、特許ちょっとやってる方だと、保証金請求権ってあると思うんですよ。公開されましたこれ、ね、公開することって産業界で審発不するじゃないですか。ただ、これによって、猛が始まりますよね。公開を原因として猛が始まってしまう。 じゃあ、これに対して、警告書を出すことを条件として発生するっていう権利があるわけですよ。これ、出願公開条件なんですよ。特許は。でも、商標どうですかというと、公開条件ではありません。出願と同時にもう請求できるんです。ただ、本当から言うと、これ、もっと前にやってもらいたいんですよ。でも、実務官督賞、これ無理ね。1年くらい経たないと、これ無理なんですよ。公開条件ではないの。ただ一応、公示っていう体で出してるっていうだけです。そこはね だからこういう制度があるんだということになりますよね。そして、えぇ、ー、をすることによって、方式審査、ないしは実態審査にかかるということは同じです。問題あった場合については、決律通知がやってきて、応答するわけですね。意見書を出す、補正書を出すとをやって応答していったりします。で、問題なかったら登録差で打たれてしまって、統合相達の日から、30日間の間に、料金の付を条件として、まあ、商標権発生ということになります。 似てますよね。そして10年単位で更新ができるってことになってますからね。ここはね。で、この方だけちょっと違いますね。式と周期。どうなってましたっけ式、設定登録からですね。商標権。周期は出願、えっ、ー、と、登録から10年と有効性を取ります。ね創作3本全部変わっちゃったよね。式は設定登録から、周期は出願からという言い方をします。衣装もそう変わりました。でも、消費は違うのね。うん 商標は違うということになっております。まあ、こんな構成ですかね。ちらはミあとですね、一つやって、今日やめましょうかね。少し解釈を作りましょうかね。えっ、ー、とね、2条3項1号っていう条文があるかと思います。ちょっとこれ示しますね。で商標って難しいんだぞってわかるから、見るとね。えっ、ー、と、ここ。商標2条3項1号。 この方式で表彰についてしようとは次に勘げいも行為も言うと、ね。まあ、表彰と言ってんのもこれ使ってしまったら商品になるんで、商品について使用しますという言い方ちょっと重ねちゃってるんで、表彰と言ってるだけですよね。しようとは次のことを言いますと書いてありまして、1号、うんで。商品または商品の放送に表彰をる行為と書いてあります。書いてありますね。じゃあこの場合一体どうなるんでしょうね。少し考えてくださいね。あるよね。 商品,商品の包装にマークをつける行為って書いてあります。様とは。商品商品、これ、商品商標の仕様なんですけどね。じゃあ、皆さんよくご存知の牛乳パックってのがあるわけですよあの。お家に帰ってよく見てください。1番と2番があります。つけたら1です。何ですか、これは。どっちですか。1番と2番。 何言ってわかります?。これ商品の仕様ですから。商品の包装の仕様です。から僕は聞いてるんです。ね、十分そう書いてません?。また見てよえっ、ー、とねここ。商品。商品の包装にマークをつける行為。て書いてあるよね。これどっちですか一番と二番。で商品にマークをつける行為であるならば。これ商品なんですか?。包装用容器っていう商品です。 で商品の放送にと言ったら中身ですよね。牛乳です。どっちですかと聞いてるんです。あるでしょこれ、わからないですよ、これ。あのー、商品によって全部これ、付ける位置が全部違うんです。社会通にこれ寄るんです。さあ、どっちでしょうってことです、これ。これ、議論の対象になるでしょ商品、ないしは商品の放送にと書いてあるんだけど、どっちもこれ、当てはまりそうな感じがするんですよ。形式上見るならば。でもし、商品であるならば、 これは包装用容器ですね包装用容器にマークをつけましたってことになりますね。商品なの。じゃあ、商品の包装だったら何ですかこれ、予報でしょ商品の包装だったら商品なんですかこれ、牛乳ですよ。どっちも読めますよね。牛乳。 さあ、これはどっちでしょうと。スケール置によって違います。これ社会通念です、これこそ。これが入るんです、解釈って。一緒、商品の場合って。後でうちに書いてみてください。1番、どう書いてありますテトラは十条って書いてありますよ。1番。ここ。十条は。テトラとかね。あと十条って書いてあったりとか。あとね、あの、えっとね、エルカートンとかと、エルカートンは大日本のこれはマークです。<laughs> エルカートン。って書いてあります。あるいは、ここ。 これは明治森永って書いてありますよ。おうちに書いてみたら。おそらく。その、今飲んでる牛乳もそうあ牛乳、ごめんなさい。この容器もそうなってるはずよ。これ、真ん中じゃない。これ、これは何です商品の包装よ、これ。商品は中身。中身のブランド。ね。じゃあ容器は、ここ下に書いたある下。ですよ。となると、ここ、2番なんでしょうかというと、これは、 例えば、明治を書いたのよ。書いてある。これこそ解釈です。これ間違えちゃうと何かというと、サーチミスになります。やっちゃったら。あの商標って、商品単位とか商品単位で独占権っ発生するでしょ商品単位でこれ権利が発生するんですよ。じゃあ、サーチをしましょうと言って、いやー、これ牛乳についてサーチをしようとして、ここについてのものを見つけて、全部これやってしまったの全然これ意味がないのよ。 どこにつけるかによって、あの、いわゆる変わるってことです。中身が変わってしまうということになりますので、サーチミス一番これやってはいけないんですね。まあ、商標担当者になったら、まずこれをやらなきゃいけません。どの位置についていることによって何になるかということを、これ、散々昔やらされましたね。昔ね。で、それはあとグル関係ってやらされたんです。あと識別性、やりました。それ一番最初になるんですけども、あの、これ一応多面的に読めるでしょ条文って。ね。まあ、これは解釈なんですよ。商標独特なもの。 ね、あとさっきも言ったけどなぜ取消し審判って商標しかないんでしょうってよく考えてみてください他にはないから取消し審判ってもともと無価値物無価値物、ね、使って初めて価値物で別に価値があるわけではない無効審判の対象ではない、ね、で使わなかった邪魔だったら消えてくれっていうことになるんでしょ5新まで待ったらあと10年間も持たなかったらいけないじゃないですか ね、一定期間警戒して使ってなかったらコンビニで多分使わないんでしょだったらもう成功条件として消してくれって求めるに決まってますよねあるいは使ってるいや使ってるんだけどこれ変な使い方やってるんだったら混同じゃをしたりしますからね一般対象に欺瞞されてしまうわけですよだったら消えてくれってんでしょそれは制裁だということになるやっぱ公約性が高いんですよね商標法ってねでさらに解釈結構満載ということになってるんでこれ論文に実は影響してきます 商標については、あの、まあ、私、商標系なので、文系バリバリです。で、そういう方がこれ、問題作るんです。となると、今の論文のね、特に特許の論文、見ると、何って思うんですよ、やっぱ見たら。これって担当じゃないと思うんですよ。文章的に良くないとかね、あるいは全然考えていない、担当にも解けてしまう問題、たくさんあるわけですよ。良くないと。いうのは、多分同じ感覚だと思いますよ。特に文系の方。試験の先生。 だから全然これ問題の質が違うんです。商標って。一生もそれに近いかなっていう感じがしますけど、特技実だけ独特です。あの一応回答さえ出せば受かるという意識がなったよね。今論文って。一生まあ少し、商標権商標になればバリバリでありますんで、新なたな取る措置は一番いいのは何かって話せるんですよ。そんなにもあの特許はないから、ねこの措置は、この措置は妥当ですかと聞くんですよ。それだけだね。イエスかノーかという感じ。でも商標系については いくつか措置を上げた上で最もいいものはなぜそうなるかゆえとかねそんなの多い多んですまあそれは一応やっぱ商標系だからなと彼か,か,かなと思いますけどねまあそれが産業財産権の商標系だというところになりますんでどうでしょうかねこれ難しいと思うのか好きと思うとか人によってこれ分かれるんですねここはね、うん、でも相当受験の予備校に基づいて予備校において商標って発展しましたよ 昔こんなのないもん。塩対応がどうなってこ言わない、言うなんてこないんですよ、昔の試験って。今、普通ですから、これ、言うのが。実はそうなってるしね。もうそれ全部ね、なってるし。あの、その解釈に入ってくるのが商標ということになりますので、ちょっと難しいのかなっていうのはありますね。商標系ね。大、う、体、ん、これ一応概要なんですけども、どうですかね、難しいと思うのか、優しいと思うのか、それは人によるんですけどね。うんうん ただ相違構成を取りますっていうことなので自分でもう一回反送してもらいたいと思いますなぜ違ってくるのかっていう点ですね例えば衣装と商品の違い例えば類似関係については衣装って独占権もあるんですでも商標は創作物ではないから幅がないんですよ類似関係については単なる排他形しかないって言方をします独占権はないです使ってはいけないの自分でで使ったらどうなる 使ったら、広い時関係とかなり近くなるんで、近藤借金するに決まってるんですよ。やってはいけない。わかります近藤傍傷するのは商標の使命ですからね。類似関係使うならば、かえって近藤生じやすくなっちゃうんです。使っちゃうと。医師はそうではないでしょう。一応近藤借金って問題してるわけではないから。ね、たまたまそういう仕組みもあるって言ってるだけですよ。物品近藤説によって。あれは付随的だっていうのはまあ、通説なんでしょうかね。一般的にはね。そんなことになる。 なるんでなかなか正しい勉強でしょ考えちゃうとね。自分で正しいんでしょう <laughs> がしかないんですけど、面白いっていう科目なんですよ、産業財産権って、ね。あとは、結構細かいところもあったりするんで、その細かいところとか、あと論点ですね。論点もかなりあります。これこれこれが論点なので、こうなるとか、ああなるというところがあります。そこは一応ね、暗記点なくて、一応説明したいと思ってるんです。なぜこういうものがまず問題となったのか、結構あるんです。 でもね、書き方も三3つしかないから、論点って。それをね、皆さん感化しちゃってるのね。あの、説が割れちゃったどうして説が割れちゃうんですかねそもそも。条文って明確ではないの明確だったら、絶対説なんかこれ割れないのよ。どう見たって。明確ではないか、さもなかったら規定がないんですよ。例えばね、あの、今日やんないけど、特許法の産業上流可能性ってあるじゃないですか。産業上流可能性ってあるのね。じゃあ、産業とは一体何でしょうかと。規定がないんですよ、産業って。じゃ医療業って産業じゃないの 産業でしょ言ってみたら。でも違うってうのはね、じゃあんで違うんですかってこと書くわけですよ、そこ。定義がないから問題となるって書いてるてね。そんなものか、さまなかな方が古いんですよ、定義は。古い。憲法では古いでしょ。例えば、えー、戦力。昔あの日本国、日本国憲法ができる時って、自衛力を超えるものを戦力と言っていましたよ。今違うに決まったらね、自衛隊って全然違うじゃないですか。じゃあ,あ、一応、合憲なのでしょうか、違憲なのでしょうかというと、 意見とはしづらいよね。じゃあ解釈するしかないってことになるじゃないですか。どう見ても。でも産業財産刑法は多分それがないんですよ。改正頻繁にされてるから。ない。あとね、もう一個論点があるのって、あの、要件書いたんですよ。これこれこういうことやってはいけないと書いたんですよ。やってはいけない。じゃあやってしまった場合どうなるかというと書いてないんですよ。よく見ると。それは論点。もうその三つしかないの。論点の発生って。それ書かないんですよ。にやるからいけないんですよ。明確に書いてあって、 説なんか絶対これ割れません。文言解釈なんだからどう見たって普通は。文言通りやるんでしょ国民主権だもん。大臣氏決めたんだからそれによってやればいいんですよ決まってるんだったら。でも説割れると言ってる場合は明確ではないか定義はないかあるいは要件,か要件は書いてあるんだけど効果は明確に書いていないんですよ。だから割れるんですよ説って。それ一応前提として書いた上で論調するんですよ。全部ね。全部それできることになってんのすべて。 だけど、なんかね、回答を見ると結論だけ書いたんですよ。論証ではないそれってね。結論なのそれは。で、そうなってもらいたくないんですよ。すべてそういうことで、処理をしてもらいたいのね。ある程度確実的にできるはずなんです。そうなると。かなるほど、こういうことになったのかなってわかりますから、これさっきのやつだって、多義的だから問題となるんじゃないの商品ですか商品の放送ですかどっちも読めるじゃないですか。じゃあどうするんですかってこれ読むしかないわけですよ。だから論点と僕言ったんですよ。 ねまあ、それをちゃんとやっていくと「なるほどね」って分かるようになるんですよ。だったら楽しいでしょ勉強したって。案件はやっぱつまらないんですよ。限界があると。ていうことはあるんです。ね、でそれでうまくね、えー、皆さん勉強してもらうといいのかなと思います。これね、ということで、えー、もうちょっと9分過ぎちゃったんで終わりたいと思います。まあ、次回は続きなので「えー、っと下3法」っよく言われてるやつですね。 あの条約ででああっったりとか著作権あるいは不正競争防止法ですよねどっちを先にやりましょうかね条約先でやってもいいしねよく条約先に普通講義で組み込んであるんで条約先にやってから、えー、著父ってやってもよいし逆でもいいんですけどねここでもずーっとやってから著父ってやってもいいけどただ体系的に言うならばあの工業あの条約って工業収益に関する条約しか出ないんです試験って著父はこれ出てこないのね試験科目としてはね条約繰りって。 となると、本来から言うと、条約をやってから国内法の本当は綺麗ですね。体系的にはね。うん。まあ、そうやってもいいし、少しこれを考えていきたいと思っております。では次回、では2回目、来週でありますので、よく復習しておいていただきたいと思っております。じゃあ、お疲れ様でした。